皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、川村彩奈です。もう今朝はね、はい、ある女性の方からはは愛のこもったプレゼントをもう朝からいただいたので、ほんと上機嫌そうですか、うんうん、プレゼントを朝からもらっちゃいましたか。あの女の人にちょっと下心があって本を貸してたのね、まあ、漫画なんだけど、はい、東村明子さんのカクカクシカジカっていう本があって、まあ、番組に御前様様っていう番組俺やってんのね。でその番組の中でゲストで来られて、でその方宮崎出身なの、で俺のふるさと宮崎なの、はいはいはい、でふるさとの絵とかもいっぱいあるし、何気にその東村明子さんの自伝の漫画だってことで、はい、ちょっと読んでみたいなと思って、むちゃくちゃ感動したの、はい、で今一番落ちるかもと思ってる女の子がいてその女の子にそのカクカクシカジカっていうのを貸してあげたの、でやっぱ下心あったんだろうね、向こうもね、これちょっとありがとうございますとか、この間お借りした漫画のお礼ですって、これ今私が一番愛読している本ですって、で本をくれたの、朝から花丸うどんの特集どこってなんだその花丸うどんの特集号の本をくれて、これすごいんです、プレミアム天ぷら券がついてるんですっていう本をいただいたの、はい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 、だからわあこの子むっちゃ俺に下心あるんだ、いやいやいやないですよ、全然下心ないですよ、全くゼロです。だから俺の下心を受け取ったんだなと思って、いや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 、ま、その思い受け取りましたってことでしょ、いや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 、花丸ですってことでしょ、いや罰です、大罰です、マジか俺絶対さわ出たってむき出しの下心、全く全く、いやいや純粋なる先輩を慕う心そしてカクカクシカジカとても面白かったです、ありがとうございましたっていう感謝です。泣けるよね、泣けます、ほんと泣けるのね、はい、五感ですけど、もう最終巻に近づいていくにつれて、うん、もう切なくなって心がキューってなって、号泣でしたねえ、はい、東村明子先生、俺なんか頑張れ元気っていうさ、漫画が俺のバイブルなのね、はい、でその頑張れ元気の第一巻ってね、頑張れ元気くんのお父さんはシャーク堀口っていうプロボクサーなの、はい、で元気くんはものすごいちっちゃいんだけど、お父さんものすごい憧れてる、はいはい、でそのお父さんがリングに立って、で試合が終わって、はい、でその日の夜にお亡くなりになるっていうところから始まるの、もうそれが一巻の最後なので、そっから頑張れ元気なのよ、はいはい、まさにまさに元気くんっつってて、お父さんの後を追い続けて頑張るんだぜ、はい、みたいな、そういう話なの、もうそれが多分人生で一番泣いたの、多分自分の親父が死んだ時よりもシャーク堀口が死んだ漫画の時の方が俺泣いたの、それはないと思います、あの時が一番俺体中から水分が出た、そうですね、塩分と一緒にそうだ、であれ以来ぐらい漫画でちょっと震えるぐらい感動したから、そうですね、でその相方のさ、あのなんとかさんっていう人、俺に下心がある子、その子が、はあ、私なんか一巻だけは読んだんですけど、はい、って言ったから、ね、2巻3巻4巻5巻俺全部買ったからさ、読みなよっつって、はいはい、まあだから俺がさ持ってた分だから多分お前感動するじゃんっつってそこは俺が持ってた漫画がお前ん家に行くってことで、相当お前もうその段階で感動するじゃんって思って、その反省よくわかんないですけどだから東村明子さんの漫画がどうってことよりも、俺が持ってたものだからもういいって嬉しかった花丸うどんの本だからその1ヶ月前ぐらいにそのカクカクシカジカ全5巻を横山さんからお借りして、うん、であもう読んだので本当に良かったなと思って今日お返ししようって思ったんです、でありがとうございましたの意味を褒めて何かプレゼントをお付けしようかなと思って、うん、でたまたま週末本屋さんに行ったんです、うんうん、ちょっと大きめの本屋さんなんですけど、はいはい、そこでいろいろ見てる中で、うん、料理本コーナーのところに、はい、花丸うどんっていうタイトルの雑誌が置いてあったんですよで花丸うどんと思って、もう
他にもでもいっぱいあって、吉野家とか、はいはいはい、いろんなチェーン店の雑誌が料理本コーナーに並んでて、うん、でもそれを見た時に花丸うどんピーン横山さんだって、これは横山さん絶対喜んでくれるはずっていう、もう降りてきたんです何かが。でもこれをお礼の品にするしかないって言って、はい、で買いました。だって俺多分、はい、間違いなく週に1回行ってんの、そうよく出てきますもんね、はい、と汁なし担々麺の武蔵坊は多分週に1回、はい、であと白島キューガーデンの、はい、ナンを食べさせてくれるカレー屋さん、美味しいですよね。あそこ名前全然覚えられない、はい、まあ、わかります。ルーパリッカなんかそういうとこなんかそこで大体1週間がぐるっと回るみたいなそうですよね、はい、炭水化物多めですよね。そうだそうだ、基本麺類なのね。でも花丸うどんの、しかも本バラバラバラってめくって途中に部屋の鍵入ってたけど、あれは違う、あれもプレゼント。何の部屋の鍵ついてました？プレミアムの鍵ですとか、違う違う、カムラちゃん家の鍵ですとかっつって鍵が、あれは全てのあの本についてる。ついてないです、うちカードキーでもないんでちゃんとガチャって開けるタイプの鍵なんで、いついてないです。人からでも何かをいただくって、横山モーデでさ、毎日のようにこうリスナーの方から何かいただいたりするじゃないですか、そうです、ね、だからやっぱさ、はい、その申し訳ないなっていう思いとともにありがたいなと思うじゃない、はい、だからやっぱ嬉しいものだね。そうですか。その自分がさ思ってない時間に自分のことを思ってその人が選んでくださってたりとかあるものを見た時に自分を思い出してくれるわけじゃん。いやもう俺ほんとちょっと生まれたての子鹿ぐらいの感じ、もう膝がガクガクもう感動で、そんなにですか、立てなかった。いやよかったですよかったです、これもう本当にもうみんなが俺を見て頑張れ元気頑張れ元気って言ってくれ、もう膝がガクガク、ユージです、ユージでも喜んでいただけたならよかったです。嬉しかったな。あのプレミアム天ぷら定期券っていうのが来年の10月までのカードが入ってるんで、すげーな。ぜひ期間中何とでも無料ですよ。すごいよね。すごいですね。俺どんだけ口が滑らかになるか、もう天ぷらばっかり食って来たよ、また横山さんがプレミアム天ぷら券を持ってって花丸の人に思われるんで。そうですかねいやでもそうなる、これは絶対横山さんに買うしかないって私は思っただってリアルに俺がウィーンって入ってくるじゃん、はい、で入ったらすぐにあの消毒液あるの、シコシコシコって、はい、でそれをしてからお盆を取るの、はい、でお盆取って整体するのよ、はい、その花丸うどんの厨房に向かって、ですぐ整体したところの先に麺をこう茹でてシャッシャッってするとこ、はい、湯切りをするとこ、そうですね、の、はい、その厨房が見えるので、ね、そこの人がお客さんをパッと見るわけ、一瞬チラッとで俺を見る、そしたら必ずレジ側にいる従業員の人にチラッと目くばせして、うん、すんの、はい、来たぜって感じで俺両方とはいどうもはいどうもみたいな敬礼してよろしくお願いしますって。よろしくお願いします。アイコンタクトがあるんですね、そこでも。さすが常連さんですね。いや俺初めてチェーン店でおなじみになったと。普通ほら個人経営みたいなのあるじゃない。チェーン店なのにあどうもあどうもみたいな。ちょっと半ば経営者っぽい雰囲気があるっていう。さすがですね。でもそれだけそれだけよく言ってるってことですもんね。そうだね。だけど昨日さ、はい、あの久々に。コロナが明けたら真っ先に行きたいと思ってて、で宮崎出身の大将がいるお寿司屋さんっていうのを、はい、食べに行かなきゃなとかって思ってようやく行けたの、はい、で流れ川も行ったけど、ちょっと元気だね。おお、そうですか。街がね、はい、少しずつですかね。街にも活気が出たけど、ああいうとこ出ると自分にも活気が出るね。はいはい、いやー素敵だわと思った。だってもう帰りも、もうルンルン気分だったから、もう家まで歩いて帰ったの。で帰りながら、はい、昨日午前さまさま水曜日、おうおう、中根とのトークを、はい、あの骨伝導のヘッドホン、はい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 、押したまんま歩いて帰ったの、もう一人で夜中爆笑。怖い怖い、それ怖い。河川敷とかハッ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 、私ほんとそういう人近づきたくない。ハッ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 、いやちょっとは自制してください。おもれこの番組、ハッすげえ深夜番組かなって思うぐらい面白かったそうですね、昨日も姉ちゃん決対も含めて盛り上がってましたもんね。盛り上がりましたねだけど昨日、はい、獅子座流星群
だったらしいの。そうですね、らしいですね。だけど全然見られなくって、で上空見上げたのね、ええ、ほぼ満月に近い雲がうっすらと、そうでした、あ月がね、はいはいはい、雲にかかってて、ええ、見えにくかったけどうっすらと見えてて、そうか今日流星群なのになとかって思いながら、はい、見られないなと思ってたけど、揚げあんパンと焼肉のタレ、はい、からね、昨晩は獅子座流星群がピークっていうことだったので、深夜2時に起き、夜の空を見上げたのですが、はい、残念ながら曇っていて見ることができませんでした、今週の金曜日は月食、ほぼ皆既月食が起こるので、はいはい、いいお天気で見ることができればと願っています。ねえ、ちょっと続きますよね、なんか空のイベントみたいなのが ね、うん、でも深夜2時にわざわざ起きるってすごいですね。すごいね、はい、こういう人はあれかね、受験勉強の時もこの時間つって一回寝て起きることができるのかね。できるかもしれないですね。絶対できないです。無理だよね。もう本当もうどれだけ赤点でもいいから寝かせてって思う、うん、あとさ朝5時ぐらいに、はい、その朝方に切り替えていった方がいいよ勉強ってって、はい、どこかのタイミングで絶対誰かが言うじゃん。言います。でそこにちょっとだけ納得する自分がいるじゃん。います。でよし5時に目覚ましかけて寝ようと思うけど、自分の中で絶対に起きないことが分かってる。分かってます、分かってます。よし目覚ましかけたけどなんか分からんけどお母さんが怒った時起きよう。ちょっと早寝しただけなんですよね、結果的に。あれ健康的になったんだけどって感じなんだよね。寝不足解消しちゃうんですよね。ラジオネームアイリスさんです、はい、夕べもとても綺麗な夜空でしたね、うん、夕方には東の空にあと少しというぐらいの満月に近いお月様がくっきりと見えていました、はい、うん、そして夜なべ仕事を終えて10時半ごろ工場の鍵をかけている時は手元を照らしてくれるように南の夜空にお月様がいらっしゃいました。年をとっても夜は怖いものですが、うん、お月様が出ているだけで心が和みます、はい、今日も楽しみに拝聴します。そうだね、うん、あのお月さんが出てるその月明かりで、ええ、河川敷がウォーキングしてる時に、はい、普通に明るい日っていうのと、はい、すごいクリアに出てるのに真っ暗っていう日もあるんだよね、だから何がどう違ってああなるのかがいつも河川敷出るまで分かんないの。そうですよね。なんか光がここまで届く時と全然届かない時ってありますよね、うん、ひょっとすると曇ってる時に雲がレフ板みたいな、うん、その形で街を照らしてくれてんのか、だから逆に言うと暗い日は雲がないのかなと思うけど、はい、まんざらそうでもないんだよなと思って。不思議なもんですよね。そうだ、うちからずっと歩いていって普通の道通って、で階段登って河川敷行ってずっとあと河川敷歩くので、はい、その階段登るときにかそこの階段をちょっと走るの、トン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 って、で走ってパッていうときにあ今日は月明かりがすごいとか、今日は暗いとかっていうのがあーこういうとこに来ると分かるよねみたいにねえ、うん、闇夜とかありますもんね。あるいろいろ。だその川村さんの心みたいな感じ、だから明るい日もある、うん、だけどベーシックには闇夜。いやいや、ベーシックじゃないんです。ベーシックは明るいですよ。オーソドックスに、オーソドックス、いや言い換えても変わんないですよ。だから私は明るいです、常に穏やかです、平和。あそうです、はい、平和穏やか。へえ、うん、あれを平和って言うんだったら相当、うん、あの本当の平和になったらちょっと寝られないぐらい不安になりません。街の喧騒とかのうるさいところで寝たら山中の静かなところでですなんか落ち着かないんだけど。私の心模様は私にしかわからないですから、いつも穏やかに楽しくさせてもらってますよ。あと、はい、心がざわついているっていうことでいうと、 おはようございます、今日は、はい、ボジョレ・ヌーボーの解禁日ですね、はい、今年は残念ながら予約をしませんでした、なぜならば、はい、甘酒をたくさん買ったからです。なるほど。母さん甘酒を買ってしまった。大谷さん出た、来たよ。いよいよ MVP の発表が近づいてきました。確かに確かにそうですね。この間は、はい、ハンク・アーロン賞取れませんでしたから、ここは一発リベンジすべきですよね。日本人の意地を見せてください。この間の日本に帰ってからの記者会見、いい感じに映ってました。
私今更だから言いますが、あなたのことが好みです。今更ですね。もしもよろしければ彼女にしていただけたらありがたいです。お付き合いさせていただきたいです。趣味は掃除です。いい、素晴らしいですね。一緒に甘酒を飲みませんか。甘い夜を、あらららら、私の心の獅子座流星群を緩やかに楽しんでください。ハイガミルで待ってます。めちゃローカル。すごいローカル。いやっていうか一切書いてないのになんでメールに目を落としながらそれ言えるんですか。ちょいちょい母さんのメールに目を落としながら書いてもないようなことをでっち上げて、いいえ、スラスラと全部書いてあります。書いてない。え、これあれなんですよ、ガスレンジにかけると字が上がってくる。ガスレンジないですからスタジオに。入れちゃダメですから。まあ詳しいですね。すごいね、やっぱり、ね、いやすごい、これやっぱ追っかけですね。ほぼ大谷マニアだから、ね、誰がマニアなんだかよく分かんないですけど。まあ心はねザワザワしてるんですね。そうだね、そっか、今日ボジョレーヌーボー解禁日ですか。こういうのもさ、ちょっとこれ去年も、はい、その前とかもあんまりデリケートに考えてなかったじゃん、うん、そうでしたね。イベントとかもやっぱ中止になりましたしね。そう、うん、俺何回も言ったよね、ボジョレーヌーボーの解禁日の日にイベントの依頼が来てさ、ちょっとガムさん、あの日付をまたいでピッピッブーンってなった瞬間に乾杯って、おお、ポン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 みたいな、みたいな、乾杯って言ったら終わるだけの仕事があるんですよ。でギャラがむちゃくちゃ良かったんです。ははびっくりするぐらい、でやったと思って、でタキシードとか準備してるんです。よし今週かと思ったら電話かかってきて、すいません横山雄二さんに電話してますって言われて、はい、横山雄二ですけど、横山隆二さんにオーダーでした。あ、そう、いや全然いいですよ、全然いいですよって、じゃないかなと思ってたんですよって言ったけど、その日ボジョレ・ヌーボーの解禁日、ブー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 ってな瞬間に、くそ横山隆二儲けやがったと思って。内情をねもう知っちゃったわけですもんね。くそ、そりゃみんなに笑顔で乾杯って言いたくなるくらいもらうわあのイベントはと思って。人一倍笑顔輝きそうですね。すっげえ腹立つの、未だに覚えてる。てかボジョレ解禁日って、俺ちょっといつも苦々しい思いで迎えるの。そうですか。そうかもしれないですね。いやでもね、はい、皆さんには今日も笑顔でこの時間を過ごしていただこうと思う。午前様様、今日は11月18日木曜日、今日のメニューです。10時20分頃は午前様通信です。今日のゲストですが、安芸高田市の魅力を勝手に発信しているという女性音楽ユニット AKT36 カズ&マイのお二人です、はい、トランペットとキーボードが織りなす生演奏、どうぞお楽しみ。はい、これ、AKT36 のマイさんっていうのは、はい、スミマイコさん、そうです、なんですよ、キーボーディストの、はい、うん、で多分リスナーの方だったら、あれ夏に出なかったっけって多分、詳しい方は思うと思うんですよ、俺もあら、えらい早いピッチで出てきたなと思ったんですけど、手島に下心があります。あ、そうでしたね、はい、そういえば手島すみさんが好きなんですよ。はいはい、それでなんか今回なんかやるんだって話で、いっしょーとかって簡単に、いつも俺が、あ、この人をそろそろゲストでお招きした方がいいよとか言ったら、ダメですよまだ1年経ってないから、あ、厳しいですね、すごい苦虫噛みつぶしたみたいな顔で、あ、もう全然です、まだフィルターかやっぱ厳しめ、まだあれでしょ7、8ヶ月でしょ、あ、期間とかもね、ないとかっていうのに3ヶ月で出るらしいですよ。え、それやっぱすごいっすよ、スミさんが大好きなんです。あ、なんか魚の出産みたいな感じで、あ、ちょっとペース早いこんなペースで生まれるのみたいな感じ。そうか、手島さんパワーもあるわけですね。ありますよ、忖度、忖度、忖度ですか。猛烈なる忖度。でも今回スミさんだけじゃなくて、はい、トランペットの小田和美さんも一緒に来てくださるということで、はいはい、AKT36、はい、楽しみですね。もう本当パクリ感満載。なのでしかも安芸高田市の魅力を勝手に発信、そうだよね、どの面下げてくるかっていうところ。
本当楽しみですね。はい、10時20分頃にお迎えします。はい、それから9時台と11時台にお送りしている午前様会議です。今週は柄にもいろいろありましてというテーマでお送りしていきます。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様木曜日では行きましょう。朝の運試し午前様クイズ。このコーナーは天人の藻塩の提供でお送りします。クイズの正解者の中から抽選でお一人の方に釜狩り物産から天人の藻塩ギフトセット3000円相当をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと住所氏名年齢電話番号をお忘れなく。では今週の午前様会議のテーマ柄にもいろいろありましてから今日は川村彩奈問題です。私の家の洗面所のタオルなんですけど、はい、まあ、よく使っているそのタオルの柄が、うんうん、青と白の水玉模様です。はい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 、つまりカルピスです。おー、なるほどなるほど。カルピス柄、ほうほう、なんですけど、そのタオルを見た時に、うん、いつも思い出すことがあります。それは一体どんなことでしょうか。カルピス柄ですか。カルピス柄のタオル、他にもいろいろあるんです。ムーミンの柄、周防大島のおじいちゃんおばあちゃんの家に行った時に、はい、必ずおばあちゃんが、あやなちゃんちょっとこれ飲みなさいよって言ってカルピスを入れてくれたっていう。あ、いいですね。でそれがすごい、うわ、ものすごい、おばあちゃんもものすごい濃いとか言って、見て見て、つばがピューッ、見て見て見て、すごい、つばがずっと、そこまでしなくていいです。で地面にピタッとついて、ピュッ、いや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 、ほらここに葉っぱのところにほら虫がいるでしょ、見て、ペタすごいでしょおばあちゃんとか。いやカエルですか。爬虫類、両生類。そうやってしてたのを思い出す。いえ、してないです。怒られます。そんなのいい思い出ではないと。じゃあおばあちゃん家行った時に、はいはい、おばあちゃんありがとう、なんか私のためにカルピスを作ってくれて、違うよあやなちゃん、それはコーラスだよって言って、あーごめんなさい、カルピスに見えるでしょ、それカルピスの若干安いコーラスです。若干安いとか言わないでください。それぞれ多分良さがあると思います。しかも相当薄めてありますちゃんとしたのが飲みたいよ。コーラスはコーラスで、カルピスはカルピス、いいとこあると思いますけど、はい、私はまあカルピスの世代です。おばあちゃん家の冷蔵庫 の, その氷を入れて、おうおうおう、そこのコーラスを作りなさいよって。おばあちゃん、これ氷がなんかちょっと丸まってんだけど、もうそれ多分 2,3 年前の氷だからね、いや気持ち悪いみたいな。よく残ってましたね。おばあちゃん家に行った時に、はい、これでカルピスを飲みなさいよって言って出されるグラスが全部ワンカップ大崎のグラス。いや意外と使えますよ。あれは、あれは田舎に行くと、はい、ほとんどがそれっていう意味があるよ。うちも結構ウーロン茶とかあれで飲んでましたもん。しかもワンカップとかじゃなくて、可愛いチューリップ柄とかの似たようなサイズ感のものもあります。あと時たまさ、こうペン立てとかが、はい、クリスマスの時に使われたであろう、うんうん、お菓子が入ってるブーツ。ああ、あれとかがペン立てになってる家とかあるよね。そうですよね。いや、あれはだってなかなか捨てられないですもんね。あの楽しさも含めて。そうだね。思い出も含めて取っときたいんですね。はい。あの、ほら、違いまして、せんべいとかのカンカンとかもさ。どっかで、あのカンカンの蓋で、高木ブーが来た時頭叩かなきゃいけないとか、それは思ったことない。もういつかと思う。思ったことないです。だみんな取ってるけど、使わないんだよね、と。皆さんそのために取ってるわけじゃないです。高木ブーか中本浩二が来た時にちょっとパラで叩かなきゃいけないと思うからいやーめったにないと思います本当に。さあ川村彩奈は、はい、自分の家の、はい、洗面所の、はい、よく使っているタオルが、カルピス柄、はい、青と白の水玉模様なんですが、そのタオルを見た時にもうよく思い出すことがあります、はい、それは一体どんなことでしょうというのが今日の問題です。はい、皆さんからの予想をお待ちしています。すべてのコーナーへの宛先はこちらです。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300、 メールは午前様様専用アドレス午前アットマーク RCC.net、 アルファベット小文字で GOZEN アットマーク RCC.net です。応募の締め切りは
この後の天気予報が終わるまで、答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ。このコーナーは天人の藻塩の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様、 RCC 本社第2スタジオから。ねえユージ、改めて言うのもなんだけど、僕の作文、私の作文って本当にいいコーナーよね。きっと子供たちの正直な気持ちが表現されてるから、私たち大人の心に響くのよね。その点ではやっぱりあの時とは違うのよね。あの時とは、おじちゃん、もしもし、お土産買って帰るからね。じゃあバイバイ。おならブーだ。いや、そうなんだよ。僕の作文、私の作文って本当ね、私たち大人の心に響くものだと思うんです。あの時とはね、違うんですよ。おじちゃん、もしもし、お土産買って帰るからね。じゃあバイバイ。おならブーだ。という河村エナと本日の演目ですけども、1973年公開映画男はつらいよ第12作、私の寅さんよりおじの寅次郎に向かって電話でおどけてみせるほのぼのとする場面ながらも、大人から言わさられてる感が丸出しで、ちょっとだけ興ざめしてしまう子役俳優中村隼人演じる二代目三つ男のセリフ回し。おじちゃん、もしもし、お土産買って帰るからね。じゃあバイバイ。おならブーだ。俺が山田洋次だったら、はい、もうちょっと粘ってやりますよね。おうおう、粘る、うん、まあ、最後は、はい、じゃあね、バイバイ、おなら、ぷーっ、だーって言いました。今日ザメです、そっちの方が。おじちゃん、もしもし、お土産買って帰るからね。じゃあね、バイバイ、おなら、ぷーっ、もう間の使い方が大人です。何十年もラジオやってきてる感あります。え、どんな感じでしたっけ、ミツは。おじちゃん、もしもし、お土産買って帰るからね。じゃあバイバイ、おならブーカーッそこブーッだから。監督厳しい。山田洋次さん、甘かったな、ちょっと演出が。今日もお昼11時40分まで生放送でお送りします。さてさて、広島市中区元町上空ですけども、うっすらと緩やかに雲が上空を覆ってますけども、おおむね青空という感じですね。はい、そうですね。はい、宮島も広島空港も青空広がってますけども、さあ今日はどんなお天気になるんでしょうか、聞いてみましょう。岸さん。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。昨日獅子座流星群はご覧になったんですか。いや、寝ちゃったんですね。今日早朝勤務だったんで起きれなくて寝ちゃいました。ねえ、ちょっと深かったですもんね、時間が。そうですね、ちょっとでも今日ね、薄雲が出やすかったので、はい、見にくかったと思うんですよね。はいはい、見た方いらっしゃったのかな。うんうん、羨ましいです。はい、はい、その雲もですね、だいぶ取れてきまして、はい、結構晴れ間が出てきましたね。この後も次第に雲はしっかりと取れてきて、午後はよく晴れる見込みです。はい、降水確率も 0% なので、洗濯物も安心して今日は干せる見込みです。うん、日差しが今日も暖かくて、最高気温が19度前後ぐらい、まあ、昨日と同じくらいまで上がってきますのでね、はい、過ごしやすく何をするにもいいかなと日中は思います。はい、そしてこの小春日和なんですけれども、まだ続きそうなんです。高気圧がこの後もこう列になって東西にこう並んでるので、はい、明日
た。そして明後日にかけても晴れて小春日和が続きそうです。はいはい、うん、日曜日はゆっくりお天気が下り坂に向かって雲が増えていきます、うん、月曜日に前線が通過していくのでここで雨が降って風も強まる恐れがあるんですよ、はい、その雨を境に来週初冬の寒さになってきます、はい、高い山とかでは雪が降ったりするような、まあ、初雪になるようなところも出てくるかもしれなくて、うん、やはり今週の暖かいうちに冬支度なども進めておくようにしておいてください。はい、はい、ってことは紅葉がぐっと一段と進むみたいな感じでもあるんですかね。そうですね、あの北部の方の紅葉も後半というかもう終わりに近づいてきますのでね、うんうん、早めに見に行きたいです。南部の方は今がちょうど見頃のところが多くなってます。はい、じゃあ岸さんみたいな感じですね。え、見頃っていうことね。いやもうずっとねずっとそうですよ。岸さんは岸さん乱れ咲きいや乱れてないです。綺麗に咲き誇っていらっしゃいます。まあ、北部のね、うん、北部の紅葉みたいに、はい、もう終わりかけみたいな感じ。いやいやいや、そんなことない。悲しい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 って言ってますから。喋れば喋るほどマイナスキャッテンみたいな。はい、今何か目立った警報や注意報は？はい、あの乾燥注意報が南部に出ています。あの昨日もですね、湿度が 30% 台まで下がりましたけども、うん、今日も乾燥してくると思います。火の元、火の取り扱いにしっかり気をつけてください。はい、わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。天気予報は岸さんでした。お便り様様、このコーナーは日本行動の提供でお送りします。ラジオネーム花桃マカロンさんです。はい、昨日から平和大通りでドリミネーションが始まりましたね、はいはい、昨日の夜平和大通りを通ってみたら、うん、人と車がたくさんでした、はい、キラキラと幻想的なドリミネーションと楽しそうに歩く人たちを見て嬉しくなりました、うん、はい、コロナの影響がなく最終日までドリミネーションが見られることを願うばかりです。うん、そうだね、はい、去年短かったですもんね。そうそう、早く切り上げたんだよ ね、 そうなんですよね、パッツってね。本当に昨日はそれこそでも流れ川に行く途中とかに、あ、恵比寿港もなんだ。あ、そうですね、思ったんだよね。はい、だからちょっと人が密になりそうだけども、もうみんなもすごいちゃんとしてくださるだろうってことで、はい、開催しましょうってことになってんだろうね。そうですね、うん、でもそのイルミネーションのキラキラとか、はい、恵比寿コーナーの雰囲気とか音楽とか聞いてるだけで、うん、季節感じますね、やっぱ。本当、例えば川村とさ一緒に行こうかとかってイルミネーション行こうかって言って、でさっきまですごい川村のことピカピカに見えてたけど、うん、イルミネーション見てパッと見たらなんかあれ曇ってるかもみたいな。比べられたらたまった。昨日の夜の獅子座流星群みたいな感じ。見えないんですけどみたいに。いやそれはもう心が綺麗な人にしか、やっぱ私の輝きやっぱ分かんないかな。それはあれ、王様は裸みたいな。あれに近いのかな。僕の作文。私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今日紹介するのは広島市立高須小学校から3年生の松岡安寿さんの作文。タイトルは笑顔広がれ。笑顔広がれ。高須小学校3年松岡安寿。私は今年の5月ヘアドネーションをしました。ヘアドネーションとは切った髪の毛でカツラを作って病院にいるお友達にプレゼントすることです。髪を切るのは生まれて2回目でしたが、どんな髪型になるのか心配でとてもドキドキしました。お姉さんに髪を切ってもらうと頭が軽くなるのがわかりました。短くなった髪型をなんて言われるか不安だったけれど、友達に似合っているよと言われて嬉しくなりました。まだ少ししか伸びていないけど、次も私の髪の毛で誰かが喜んでくれるといいなと思います。笑顔広がれ。
いやー素晴らしい、うん、最後のこの笑顔広がれっていう一言も良かったですね。最近の映画のタイトルの出方みたいな感じ。あ、確かに。あれこの映画タイトル出なかったよねと思って最後にダーンみたいな笑顔広がれね、でジンとくるんですよね。ジューンと目頭がうーんってなる。いやでも思いのこもった作文でした ね、 ねヘアドネーションって多分よっぽど髪が長くないと本当できないと思うんですけど、うんうんうん、ね、髪伸ばすのも含めて頑張ったんだなと思って。だってさ小学校3年生で髪を切るのが生まれて2回目って、はい、いうことは、はい、でも本当に伸ばしたってことでしょ。うん、そうですよ。で多分すっごい髪を綺麗なんです。でもそれ以上伸ばすと本当レンジシーとかでういういういとかできるぐらいってことでしょ。できるぐらいだと思います。背中とかまでいっちゃうぐらい長かったね。絶対そうだよ ね、 ね。でも切るのも怖かっただろうけど、うん、すごい勇気もありますね。ね、でも本当に、うん、願いの通り誰かがきっと笑顔になってくださるんだろうなとかって思うので、はい、素晴らしいです、はい、素敵だなと思いました、うん、今日は広島市立高須小学校から3年生の松岡安寿さん笑顔広がれお送りしました。明日も学校は変わりません。明日は2年生の福満裕太くんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議。このコーナーはリサイクルの本田春草商店の提供でお送りします。今週のテーマは柄にもいろいろありましてです。はい、ラジオネーム原坊さんです。実家の母が洋裁が得意で今年はよく着物や帯をリメイクしてワンピースや座布団カバーを作っています。はい、着物や帯の柄は和テイストでなんだかおしゃれに感じます、うん、だそうです。へー、すごいね。ねえ、ワンピース。いやでも絶対可愛いですね。だからルフィみたいな感じになるわけでしょそのワンピースですか。どう、すごい手がビヨーンって伸びたりとかするのを着物で作って。着物で、うん、それすごいですね。どちらかというと帯で作れそうな気はしますけど。あ、 そっち側ですかいやでも着物とか帯も本当にこう柄がならではですし、うんうん、なんか勝負の時につける勝負柄があったっていうのも聞いたことがあって、うん、なんかチェスとかの柄になってるんですよ。チェス、はい、そんな洋物なの。そうです、昔の帯を見せていただいた時に、うん、そのチェスなんか馬みたいなこう柄になってて、うん、で昔の人はこの帯をこう何かこう勝負事の時にこれをしていってたんですっていうことを聞いたことがあって、はい、和のものなのにそうやって洋風な柄を取り入れてるのが素敵だな、うん、粋だなって思いました。いやでもそれこそあの着なくなった着物をリサイクルして、はい、なんかバッグを作ってたりとか、なんかいろんなことされる方で、なんかベストみたいなの作ってらっしゃるのとか、はい、何気にリアルにあおしゃれだなとかってああいうのしてくださる方がいたら、うん、あ自分のもお願いしますって言いたくなるよねと思ってそうですよね。着物とかあと使わなくなったランドセルとかもありますもんね、うん、そうだね。最近俺さ映画彼女は夢で踊るでさ、ストリッパーの紐の金ちゃんっていう、はい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 、役やった時に、自分で着物屋さんに初めて行ったの、あのいわゆるリサイクルの着物のお店に自分で普通に行って、はい、でストリッパーの紐の役なんですけど、3着ぐらい準備してくださいって言って、ですごい着物屋さんとなんか仕立ててさ合わせてさ、はい、しますよね、うん、でこうやってねここで帯はこうやってしたらね、はい、ちょっとなんか変な、なんかこういわゆる紐っぽく粋な感じになるよみたいな。で本当ですかって言ったら、いやいや藤達也さんみたいに見えますよって言われて、そうですかみたいな。それはじゃあこれ3点お願いしますね。まんまとみたいな。ほらね。ラジオネームおかげさまさまさんです、はい、昨日の夜私がお風呂に入っていると4歳の息子がワンワン泣きながらお風呂に入ってきました、うん、話を聞いてみると明日はインフルエンザの予防接種を打つ日だよと母親に告げられて悲しくなったそうです、うん、はいはい、一緒に湯船に浸かって励ましながら遊んでいると気が紛れたのか、うん、お風呂を出る頃にはよし頑張るぞとニコニコ笑顔になっていました、はい、4歳は4歳なりにいろいろ悩んだり葛藤したりしているのでしょうね。今日家に帰った時息子がどんな顔しているのかが楽しみです、うん、ザミママ、はい、
からも、昨日のことなのですが、はい、旦那の帰りが遅く、元気盛りの4歳の長男と1歳半の次男坊の世話をしていたのですが、いろいろとことがうまく運べず、結果4歳の長男、1歳半の次男、そして私、3人で号泣するということになりました。大変だな。気づいたら空に星があるように床に次男のうんちがありました。本当に子育てって難しいものですね。いやみんな泣いてんだ。大変ですね。午前さまさま。なんかわかんないけど、はい、引っ越しの人みたいになりました。そうですね。まずは、はい、ピューロランドに行ってきました。サンリオの、はい、はい、で川村さんにホワイトチョコ買ってきました。ありがとうございます。サンリオのピューロな、かわいい袋で、はい、かわいいキティちゃんとかがで、皆さんで召し上がってくださいって言って、はい、ビスケットもらったんですけど、あのこのビスケット個包装になってないので、開けたら一気に食べてくださいって。お気遣いありがとうございます。すいません。で、あとは、はい、うまい棒とかわチョコレートとか、あとここもはい、なんかお菓子、キャベツ太郎とか、あららららうまいわ、うまいわ、あ、美味しいですよね、うまいわ。スーパービッグチョコとかもあります。懐かしいです。そして皆さんでどうぞっつって、みかんと、はい、あと松茸いただきました。ほら、おっきい。もう最後の方なんだって。いやー、で一番高い時はキロ40万今年したんですって言って、はい、で今も最後の方なので、はい、まあ、あのそこそこの値段はしましたけども、はいっつって、いや、日本なのって言って、なんでそんなこと言う。最悪。キロで持ってくんじゃないの。違う、今年松茸節前ですからね。はい、そんな欲しい。欲しいです。2本あるよ。2本ください。嘘です、いただきません。すみません、ごめん、ちょっと川村が2本持っていったから、あと2本。すいません、本当にもう大丈夫。どんなのや、本当ありがたいね。どんな番組ですか。で、ほらカレンダーも買ってくださいました、はい、みたいな方がいらっしゃって、ママッチョからね、ありがとうございます。先週は息子の名前を番組でつけていただきありがとうございました。プーザブローの母です。そうでしたね。はい、ありがとうございます。我が家にも日めくりカレンダーが届きました。お、早速拝見しました。皆さんの貴重な写真やリスナーの方々の話など全て見終わった時になぜだか感動してうるっと来てしまいました。カレンダーを見て感動したのは初めてです。温かく素敵な作品をありがとうございました。また来年の楽しみができました。いやー嬉しいです。私のところにもいただいてます。はいはい、ミスターミスタさんです。ほう、今週に入り RCC ウェブショップ先行予約組のリスナーの皆さんから午前様様カレンダーの情報がたくさん寄せられていますよね。うん、ただ私は一般発売予約組のため、はい、12月3日金曜日が来るのがすごく待ち遠しいです。はい、早く手にして皆さんと同じ感動を味わいたいです。そうだね。でも先に入手をされた皆さんも、ちゃんとあのネタバレしないように気をつけてくださってるのがすごくありがたいね。伝わるのでありがとうございます。なんか俺たちがネタバレをしないようにって言ったがあまり、みんな見てませんって言われて。まだ開けてませんとか全然あの封筒からまだ出してもいませんみたいな。本当に優しいです、皆さんありがとうございます。いや、そこまでみんな口固くなくていいよと思って、もっと緩めなって思うけど、いや本当開けてませんから大丈夫です、全然分かってないですからっていうけど、いや見てほしいんだけど、早かったんだから見て感想が聞きたいんだけどと思うけど、いやいや、ちょっと1月1日までね、開けませんからっていう、もうくるくるパーみたいな、どうしたみたいな。本当にでもね、皆さんが協力していただくのがね、嬉しいですね。従順にも程があるよと思って。本当難しいパーソナリティですよね。ちょっとはルールやマナーを破りなさいよと思って。もう、ああ言えばこう言うし、情緒不安定な時もあるし、矛盾するし、みたいな。ラジオネーム、へそくのプリンセスさんです。はいはい。今日、11月18日は、
ミッキーとミニーの誕生日なんだそうです。そうなの。数年前にディズニーランドに行った時、ミッキーが私の頬にキスをしてくれたのが一番の思い出です、はい、コロナが明けたら11月18日にディズニーに行って直接ミッキーとミニーにおめでとうって言いたいです。へえ、それはあれなのか、やっぱミッキーはセクハラみたいにちょっとミッキーからキスをされたんですけど。違う違う、いやいや、みたいに。いや、嬉しいですよ。え、じゃあ俺たちが来てイエーイってとかってもういやーとか言うわけでしょ。いや、まあミッキーと人は違いますけどね。ああ、そうですか、うん、俺でもあの世の中的には、うん、あの外ではミッキーマウス、会社ではドブネズミっていう、うん、いうのでおなじみ横山さんですけど。おなじみでもないんです。それちょっとだいぶ違いますね、うんうん、キラキラ感が。あの外部的ではミッキーマウス、ええ、社内ではドブネズミって言われてる横山ですけども。いや、すごい文字に起こしたらそのドブネズミのとこになんかホラー書体が浮かびました。いいな、ミッキーとかだったらもうノーガードで女の子を抱きしめたりとかチューしたりとかしても確かに全然いいわけでしょ。だってね、ミッキーもディズニーランドでいろんな人と写真撮ったりするでしょうね、はいはいはい、この子かわいいとか、うん、絶対思ってるよね。いると思います。いや、ミニーより絶対こいつの方がかわいいわみたいな。いや、いい、思うよね。あります。ミニーもあるでしょうしね、イケメンみたいな。そう、絶対あるよね、うん、ミッキーよりイケメン、こっちの方が好きみたいな、チンコチンチンコチンみたいな感じのミニーなんかあのミニチンコバックさんだけどって言うのが絶対あるよ、きっと。そうですね、キャラクターであるのはいいと思う。はいはいはい、だって好みは動物だろうが絶対あるはずだもんね。そうですよね、うん、あと誰か触れたいとかね、はあ、もっと知りたいとか、ね、なんかわかんない、このミッキーが おっぱいばっか揉むんだけどとか。やだな、そんなミッキー。ちょっと生々しいですね。まあ、ミッキーにもいろんな思いがありますもんね。すげえ、私にがっつり走って向かってくるんだけどって。シャダダダ、好みなのかなって。もう、ミッキーがすごい。怖い。それはいくらミッキーでも逃げます。全力で来るの。そうですね。でもミッキーとミニー同じ誕生日なんですね、今日。ああ、そうだね、一緒なんだね。うん、ミニーだったらこう3月2日とかかなってミニー思いますけど、11月18日なんですね。ミニーって、それ3月2日だったら日本語の語呂合わせだから。あ、そっか。外国とは違う気がするよね。あ、そうですね、考えてみたら。そうかもしれないですね。あとはね、はい、みっちゃん。はい、みっちゃんはミニーって言われてるんだけどね。そうですか、そうですね。ミニーとかつっていろんなね、チェコチェンチェコチェンチェコチェンってそこは多分受け継いでないと思います。最近、はい、主人は大根の切れ端とか皮があると外に干して切り干し大根にしています。今まで切り干し大根を作ったことはありませんでしたが、ちゃんと切り干し大根になっていてちょっと感動しました。はい、ほんのわずかですが何に使おうか考えています。これ横山家もやってます。あ、そうですか。はい、で乾燥させるってことですか。網みたいなのがあって、その中に野菜の切れっ端みたいなのをポポポポって放ってたら、ちゃんと乾燥してできるの。すごいですね。はい、だからその生ゴミを減らす取り組みにもなるし、そうです、美味しいし、はい、自分で作るし食べられるからね。それいいですね。椎茸とかも普通にしてたら、はい、キューってなってちゃんと戻すとだから食べられる、炒めても食べられるし、素敵ですね。私ピクルスとか作りますけどね。そのなんすかピクルス、なんか液みたいなのがある、マリネ液みたいなのがあって、でそこに人参とか切って、レモンとか切って、キュウリとかも含めてポンポンポンってつけたらもう漬物みたいな。出たよ、おしゃれな感じ。あのなんかこうスティックみたいになって、そうですそうですそうです、でこうやって入れてる洋風の漬物。全然食べないでしょ。結構余るんですよね。お酢が入ってるからまだいけるかもっていう余裕みたいなのがあってで気づいたらもうこれってさすがに食べらんないよなっていう。見た目がちょっとおしゃれだから、うん、作ってみるけど多分、はい、言うほど食べないんだよなっつって本人は思ってるはずです。タッパーの中に30本ぐらい残ってます。作ったはいいけど、そういう暮らしをした自分に満足をするところもやっぱりあります。そうだね、なんか一人なんで全然さ、はい、誰からも求められてないけど、家でパンケーキとかを普通に作って、はい、でなんか何重にも
二重にも三重にもしてホイップクリームとかつけて、でなんかあの緑の葉っぱとかも置いて、はいはい、ミントみたいな、ね、なんかあのなんか飾りつけるけど、いただきますとかって言うけど、まあ、一人で食べてるだけでこんなことしなくてもいいんだけどねって思ってる。でもそんなことをする自分が大好きってそうですよ、うんうん、だから自分でできたってことは誰かと暮らしてもできるっていうことだから、あ、なるほどね、やっぱそのね、いつでも行ける準備みたいなのは自分の中にしとかないといけないわけですよ。ああ、そういうことか、うん、心の潤いと、だから常に模擬練習そうです、予行演習みたいなことが行われる、そうです、それがいわゆる世の中でいう花嫁修行ってやつでしょいやしないといけないですやっぱり、練習は本番のように、本番は練習のように、いやそうです、全てがそうですよ。はい、練習だと思ってやってる練習は全く身につかないんですよね。はい、常に本番だと思わなきゃ。そう思います。はい、はい、なんで花嫁修行も常に本番、うん、俺もだってお風呂とか入るときにもういざ女の子と一緒に入ってるみたいなときいや本番だと思うから、いつもプープーピドゥーって言いながら必ず入ったらもう足を上げたりとかすごいします。嫌です、嫌です、セクシーポーズを必ず撮って見せたりとかして本番だと思ってそこに女の子がいるっていう想像してるのがもうちょっとよくわかんないです。シャンプーハットとかかぶりますそんな人今時一番可愛い俺を見てもらおうと思って丁寧ですね丁寧なお風呂ですね羨ましいです。続いて、はいはい、ラジオネームストレートマンさんです。ほう、昨日は久しぶりに便箋で手紙を書きました。はい、普段はメールやズームなどオンライン上だけで済ませることが多いので、うん、手書きで思いを伝えるとなるとちょっとだけ緊張しました。はい、文字には性格が出ると言いますが、書く文字だけではなく普段の生活も含めて丁寧さを心がけていきたいです。うん、そうだね、あのうまいっていうことが一番だと思うけど、はい、うまいじゃなかったら丁寧っていうのが思うよね、やっぱね。そうですね、ちょっとこう跳ねるところとかも丁寧に跳ねるとか、カックンってちゃんとするとか。何そのカックンってなんですか。カックンってするってことです。はあ、ははあ、くるんじゃなくって。そうです、例えば口っていう字を、はい、縦棒を書いた、うん、横棒を書いた、カックンでクッとこう下ろすと、ね、そうです、そうです、あそこツっていう字とかにひらがなのツみたいにしないってことですね。その丁寧さに書けると思いますので。なんかほら最近さ、テレビのニュースとか見てたらさ、はい、これ食べれますからとかって言ったら、うん、下に字幕スーパーがさ、食べられますからとかって言って、その、はい、強制されてるみたいな。そうです、直して、ね、その人の言葉が ね、はい、ラ抜き言葉とか喋るとさ、うん、スーパーだけ下に出てくるね、文字だけラが入ってたりするじゃん。はい、ああいう人に限って前っていう字をくるって書いてるとかするんだろうなと思うそうですね、わ、うんうん、かりますね、それも ね、はい、うん、 ね、そこはいいのかな、略してえとかつって言って、まあ、人それぞれね、うんうんうん、厳しいところとここはいいかっていうところは違いますからね。信用とかも点書いてすっぽってやるけど、いやそこは点書いてほんね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 んすだからねって思う。点書いてすっぽってそうですよね、はい、信用は点ほんね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 んすだから。あとなんか門っていう字も、はい、しっかりこう門って書くんじゃなくて、はいはいはい、スッスッスッちょんって、あーそれ ね、それそれそれ、家方いらっしゃいますよね、はいはいはい、はい、俺もなんかえ縦横縦縦、そうそうですそうです、だからお尻がプリって割れてますみたいな感じのを持ってして門にしますみたいなこれは文字じゃなくて絵ですよねっていう時あるよねなんであんな略字になったかなって思う時あります。あるあるある、不思議ですよね。あとさ、あのうなぎ屋さん、のひらがなのうなぎっていう字が、これなんて読むっていうようなうなぎっていうひらがなの字があるよね。もうもはやうなぎですよね。そうそう、これ字じゃなくて絵だよねって思う時がある。楽しいですよね。お店のロゴとかも含めて。さあこの時間になりますと、午前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、今日は川村から、はいはい、柄にもいろいろありましてで問題を出してもらいました。はい、私の洗面所にかけてあるタオルなんですけど、結構柄物を使うことが多くて、うん、ムーミン柄とかいろんなタオルがある中で、はい、水玉模様のカルピス柄の、はいはいはい、青と白のとっても可愛いタオルがあります、うん、お気に入りなのでよく使っているんですが、はい、そのタオルを見た時にいつも思い出すことがあります、うん、それは一体どんなことでしょうかが今日の問題です。水玉模様のタオルを見て思い出すこと、はい、揚げあんパンと焼肉のタレ、はい、お正月などにおじいちゃん家に行った時、仕出し屋さんから取ったオードブルのビニール製の風呂敷が水玉模様で、
それを見るとおじいちゃんおばあちゃんのことを思い出すのではないでしょうか。素晴らしい答えですね。あるね。確かにそうですね。水棚のビニールの風呂敷に包まれてるよね。めちゃくちゃ大きいビニールですよね。ピンクとか青とかありますよね、はい、あ、そうですね、それは確かに思い出すかもしれません、うん、今ものすごく鮮明に頭に浮かびました。でもそうじゃないです。じゃないですか。はい、違います。まあでも鎌田さん家はね、その水玉とかあとムーミンの柄だったりするわけじゃん、うん、ムーミンの柄可愛いんですよ。うちも本当ユーミンの柄のやつとかがありますいつだってアイラビームダンニューみたいな感じのみたいな感じってのよく言うユーミンの柄のタオルが。それでもなかなか使っちゃいけないじゃないですか。ああ、そうだね、使いにくいよね。ライブグッズだったり記念品、顔を拭くとねユーミンと関節キスみたいな。あとはフーミンの、あのフーミン柄があります。お風呂にバスロマンっていう柄の懐かしい感じタオルがあります。すごい懐かしい感じですね。ユーミンの柄はいつだってI love you more than you っていう感じっていう感じが分かんないんですよね。風味のやつはフーダリバスロマンっていうので使いますよく出てきますねそんなのが今これがすんなり出てきた自分にも驚きを隠しきれませんでしたユーミンからの風味、そしてお風呂にバスロマンお風呂タイムが楽しくなりそうです。それはぜひ洗面所にかけてあげてください、はい、 それしかない。風味柄かどんな柄かよく分かんないですけどあとはぷくぷくママ、はい、川村さんが水玉のタオルを見て思い出すこと、はい、それは学生の時、受験前にストレスでできた自分の顔のジンマシを思い出すんではないですか。いやでもそうですね、うん、試験前は本当体にいろんな不調が出ました。あまりにもストレスがかかりすぎた不安に苛まれて湿疹もそうですし、ジンマシンも唇とかも荒れたし、やたら乾燥もするし、お腹も痛くなるしみたいな状態ではありましたけど、うん、そうですね、それも思い出すっちゃ思います。あるね。俺もアナウンサー試験を受けてた頃の写真があるの、はい、で一番最初撮った分は修正がしてあんの、はい、だからすごいさ、あのゆで卵みたい、もうあの筋肉マンの作者じゃないよもうむき卵みたい、もうほんとトロンってして、もう、もう抗がんの美少年みたいな感じがするの。抗がんって抗がんみたいな美少年って感じなの、だけど、はい、始めてからもうその写真がなくなって、改めて違う写真館で撮り直してるから、もうジャガイモみたい。もう出来物が出来まくってて、ストレスで。もう気の毒な顔。そうですね。若い時とか特にね、やっぱ出やすかったりしますもんね。出やすかったなぁ。うん、わかります。すごく共感します。ねえ、でもやっぱもうジンマシンとか出たら、あ、フードリバスロマンっていうのが。リラックス大事ですよね。すっごい大事です。リラックスロマン入れたいです。あとは、オースの旦那。はい。よく思い出したよ、ね、そうですね、すごいと思います。本当にこれが拍手、歌詞ごと自分に入ってたってことがすごいと。あと、はい、みんなで見せてないけど、俺振り付けもやってる。そうです、そうです、ちゃんと振り付け好きで両手で交互に出しています。川村さんが水玉のタオルを見て思い出す、はい、それは水族館で見たジンベエザメを思い出す。確かに。ジンベエザメって水玉だっけ？水玉というか、ちょっと点々ですよね。グレーの。グレーの点々っていう。ジンマシンみたいな感じ。ジンマシン。まあ一応、そうですね。ジンベエザメですからね。はいはいはい、はい、うん。サメっぽい感じの。はい、うん。チンペイザメって言ったら、谷村新司っぽい感じ。いや。それ違うんですか？違うと思います。全く違うと思います。野津江チンペイザメとかだったらもう。ちょっとごめんなさい。往年のラジオスターみたいな感じで。そうですね。遠くに奥行きがあるよね、みたいな感じ。そうかもしれないですね。バト感も含めて、やっぱファンの方多いんじゃないですか。うんうん、はい。ああ、でもあれだよね。参議院落ちた人だよね。野津江チンペイザメ。詳しいですね。すごい詳しくなりそうです、私も。あとはね、はい、山風ファイブ。はい。川村さんがカルピス柄のタオルを見ると思い出すこと、はい、それはカルピス名画劇場の涙のシーンを思い出し切なくなるのではないでしょうか。カルピスは歴史長いですもんね、うん、いろんなコマーシャルであったりがあったってことですよね。途中からハウス食品に変わったりもしましたからね。ほうほう、世界名作劇場、何を覚えてます？
世界名作劇場、名犬ラッシー、違う違う、名犬ラッシーはなかったと思います。犬で言うとフランダースの犬はありました。そうですね、はい、有名な、世界、トム・ソーヤの冒険、ああ、トム・ソーヤありましたね、はい、あとな、名作劇場、ボーヤー、よい子だねんねしなは、世界名作劇場、あれは日本です。そうか、日本か。エリアが狭いです。竜がオープニングで飛んでるのは日本、日本か、はいはい、名犬ラッシーもあんの、世界名作劇場、ほら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 、子供の頃の記憶が正しい。全然、そうそう、名犬ラッシーあるんですよ。どんな主題歌、ラッシーラッシーテレレレ、ラッシーラッシーテレレレテレレテレってかけてゆく。もう絶対嘘、絶対嘘。え、あれでしょ、あいつ犬じゃねえ、あいつ犬じゃねえ、そうから、いや犬らしい、えい。違う、ラッシーは名前です。どうやら犬らしいって推測じゃないですよ。あいつ見ないやつだな。違いますよ、全然見ないやつだ。大丈夫か、いやご近所らしい、イエーイとかって言うのが。名犬どこ行ったんですか。ラッシーの豚、ラッシー、ラッシー、どうやらそうらしいって歌じゃないです。名犬ラッシー、そしてトムソヤの冒険、もういっぱい、赤毛のアンとかさ、はい、あとはペリーヌ物語、ルンルンルルンルルン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 ルルンルルンルン、春の風は優しく優しく頬をなでる、さあ泣くのはおよし、ペリーヌ、これペリーヌ物語でした、よく覚えてますね。春か草原をねねねねねね、雲がねね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 ね、ご近所らしい。これメケラッシー、これメケラッシーだったんですか、それ。さあ出発だ、今日が昇るってやつ、希望の光、何でかタッチして、母さんのいるあの空の下、はるかな、なんとかを埋め、母を訪ねて3000人から。はぁ、へぇ、いや、見てたよね。そうですよね、うん。時代によって全然違いますもんね。はい、でも、ほんとあそことかは、宮崎駿さん、高畑勲さんがずっとやってるからね。はい。だから、トトロ、ホタルの墓のあの二人が共同で作ってるんだからね、すごい時代だよね。まさにも先駆けというか、うんうんうん、日本のアニメを支えられた方々ですもんね。いや、ほんとほんと。あとはね、はい、メバル、川村さんが水玉のタオルを見て思い出すこと、はい、それは三河ムーバレーで見た水色の石を思い出すのではないでしょうか。ああ、そうですね。今、天然石ありますからね。うん、天然石掘り体験も。今週あれだったね。爆笑問題カーボーイ。大田さん、ちゃんとミカムーバレーの問題を田中さんに出してたね。本当にありがとうございます。しかもね、そこに田中さんがちゃんと付き合ってくださりながら、ね、砂金掘りの他に、鮎のつかみ取りができてたって言ってくださってた。何それ何それとかっつって。揉めない揉めないクイズのことでみたいな。あとは、リサッコママ。はい。河村さんが水玉の模様を見て思い出すこと、高校3年生の時彼氏と行った花火大会の帰りに降った雨、うん、はい、あ、いやー、思い出すんだよ、なんかいつもラジオ聞いてくださってありがとうございますって気持ちにもなります。あとリサッコママは前回ちょっとラジオネームが読みにくかったの、ローマ字とひらがなとかが混ざってて、で俺がちょっと読みにくそうにしたの、はい、たら普通に読みやすい文章に変えてくれて、優しい、すごい好き、ね、30歳リサックママ、あ、え、じゃあ同い年ぐらいだ、付き合おう、福山だから。福山か、うん、そうですか、俺横劇で福山行くからさね、そうですね、うんうんうん、一緒にちょっと世界名作劇場の歌とかカラオケで歌おうぜ。いや、でもちょっと世代が違うと思いますよ、私はやっぱり名犬らしい、名犬らしいの歌歌おうぜ。いや、名犬らしいの知らないじゃないですか。勝太郎、河村さんが水玉のタオルを見て思い出すこと、それは友達の家に遊びに行って、はい、カルピスのオレンジ味を出してもらった時の驚き、
を思い出すのではない。そうですね、カルピスもだっていろんな味ありますもんね。グレープとか。そうですね、私はグレープ好きでした。でもやっぱ一番ベーシックなのがなんだかんだでこうずっと飲んでる気がします、はい、そうだね。桃とかもありますよね。あ、なんか桃味とかなんかあんのかね。でもありそうだよね。なんか薄ピンクだった気がします。お中元でしかもらわないからね。多分カルピスって自分で買って飲んでる人いないんじゃないのかいますよ、いますいます。夏はお中元でもらいやすいですけど、あとフルーチェとかも私好きです。フルーチェ、ね、カルピスとフルーチェ。フルーチェわかるわかる。2大喜び。フルーチェはどのぐらい食べたら満足するか自分でもわからないっていう恐怖があるんだよです、ね、自分で作ったのにフルーチェ地獄みたいになる時ある、ね、そう、たくさんできますからね、でもお母さんと一緒に作るのが本当好きでした。フルーチェ、そうだね、桃さあ、はい、ではでは、はい、今週の川村クイズ答えですけども、はい、正解は、うん、そのカルピスのタオルを見て思い出すことですが、はい、カルピスのそのタオルを買った時に、うん、ものすごいいろんなグッズが展開されていて、他にもで可愛かったんですよ、とにかく、うんうん、なのでタオルの他にもエプロンとか、あとなんかゴムで作ってるコースター、丸いコースターとか、あとコップとか、あとプラスチックのコップ、ガラスのコップ、うんうん、それぞれ買ったりとか、もうとにかくその時に大量にカルピスグッズを買ったので、水玉を、そうです、で家の中に同じような水玉の柄のものがたくさんあります。へえ、その時のじゃあ彼氏にもちょっと水玉のネクタイ、いや、ちょっと海部俊樹さんみたいな感じでした懐かしいみたいな。なんで必ず誰かに例えようとするんですか水玉のネクタイをつって。そうですかね、まあ、確かに水玉のネクタイされてる方可愛いですね、うん、可愛いですよ、おしゃれな感じしますよね、はい、なので正解は、うん、同じ時期にものすごくたくさんカルピスグッズを買ってしまったことを思い出す、うん、でした。ほう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 、今のところ正解者はいらっしゃらないということですので、うん、はい、じゃあちょっとこの後もいろいろと、そうですね、はい、近いのを探します。はい、それでは今日は鎌狩物産からアマビトのもしをギフトセット3000円相当をお一人の方にプレゼントします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。このコーナーは永遠の安らぎを真心でお手伝いする宮奥総裁の提供でお送りします。さてさて、広島東洋カープ大瀬良が今シーズンに取得した FA 国内フリーエージェント権を行使せず残留することが分かりましたということで、はい、近く正式に発表されますということですけれども、はい、これ、まあ、FA 宣言をすれば他の球団が動くのは確実な情勢でしたが、球団フロントと大瀬良は9月から複数回話し合いを行っていて、はい、球団は実績に加え真剣に野球に向き合う姿がナインに与える好影響も評価しましたということで、契約は3年総額8億円前後になると見られ、ピッチャーでは異例の長期契約を提示した模様であるということですね、でも最近あれだね、その大リーグの選手とかの年俸に慣れたから、3年で8億っていうと、ざっくり言うと3億弱ぐらいを1年間にもらえますって言ったら安っなんか庶民が言ってますねいいのそんなんで、ねえねえねえ安っってちょっと思っちゃうけど、とんでもない値段だよ。そうですよ、うん、メジャーをねやっぱ見てると額が違いますもんね。全然じゃん、うん、そりゃ鈴木誠也も行くわって思うよね。もちろんそうですね、頑張ってほしいですけどね日刊スポーツ、はい、一面カープ愛貫いた大瀬良残留、3年契約総額8億、はい、安っ安くない安くない、すごいことです。スポーツ日本、誠也メジャー挑戦表明翌日に朗報、3年契約大瀬良 FA 行使せず残留、はい、総額8億、うん、安くないだから安くないすごいです。デイリースポーツ、はい、FA 熟考エース名言残留、笹岡監督から食事会で直接遺留がありました、3年契約8億激安激安なんでもっと安くなってるいや麻痺してるね、完璧にね、そうです、完全に麻痺してますよやっぱり、うん、
まあ、値段では、ね、ないですし、はい、もちろんチームに与える影響も含めてなんでしょうけどね、うんうん、そうだね、はい、ただあの本当に、落合博満さんは言ってたけど、はい、プロ野球選手の価値は年俸ですって言って成績ではありませんって言ってて、はい、当時3億8000万かなんかもらうところを同額の選手がいたんですよね。なので上乗せしてくださいって言って、ほうほう、とにかく球界で私が一番高いという額にしてください。それがだからいくらっていうことじゃないです、どこかでそこを抜かれた瞬間にそれを超えてくださいみたいな、あのほら俺たちが大型家電店とかに行った時に一番安いとこどこですかって言って、はい、こう調整してもらうじゃない、あれの上積み分みたいなのをしてて、とにかくプロ野球選手の価値っていうのは年俸でしか測れないので、 なるほど、なのでお願いしますって言ってたけど、そういうのを考えたりとかするとやっぱプロ野球選手にとっていくらもらってるのかっていうこと自体がやっぱりその、まあ、チームからの評価でもあったりするよなと思ったりするので、まあ、ただ異例の3年契約ということなので、はい、大体長期契約をすると2年目とかに怪我をするとかね、長期離脱しますみたいなこともあったりするので、ぜひぜひあのみんなが背中を追いたくなるような選手として頑張ってもらえたら嬉しいなと思います。午前様通信。世の中の気になる出来事や流行を生活に密着した情報をお届けするこのコーナー。コロナ感染状況が落ち着きを見せる中、観光再開に向けて各地域の PR も盛んになってきました。そんな中で今日は音楽を通じて秋田方市を勝手に応援しているという2人組をご紹介します、はい、ゲストはトランペットとキーボードのインストゥルメンタルユニット AKT36 カズ&マイのお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。華やかになりました。いや本当に本当に笑顔が素敵なお二人でございますね、まあ、あのスミさんと、はい、あとは小田さんですけど、はい、小田さんは初めまして。はい、初めましてです。よろしくお願いします。お願いします。小田さんトランペット持ってきてくださって、でスミさんは、はい、あの手島の忖度で入ってきた。忖度していただきました。ありがとうございます。だって夏出たばっかりですよね。そうなんですよ。であのちょっとダメ元で手島さんにメールさせていただいて、はい、まあ出たばっかりだけダメだろうなと思ったけど、もうすぐ返事来て、すぐ返事来てありがとうございました。ありがとうございます。いやいや、でもね、その活動をいろんなことされてますよっていうのは聞いてたけど、はいはい、まさかこうやって本当に新しいユニットとして、はい、スミさんが来られで、しかも今回はその小田さんと共にやってて、まあまあいろんなところで、はい、そのライブというかコンサートというかお披露目みたいなことが続けてあるんだと思って。そうですね、すごいね、そうありがたいことに。小田さんはどうなんですか、そのスミさんに利用されてるってことに対しては。逆かもしれない。いやこの人本当に人使い荒いんだ。利用してる。そうなんですか。そうでも、スミさんだからこそ楽しくできる、うん、もう笑ってできるのはこの人柄、はい、しかないですね、もう本当に。お二人はそもそもどういうそのつながりで二人でやろうってなったんですか。ですね、もともとあのブライダルのお仕事とかで演奏は一緒にしてたんですけど、ひょんなことからあのお互いのおばあちゃん家が秋田方市の高宮町っていう共通の場所だったんですよ。なんで高宮みたいな、はいはい、でしかも近いじゃんみたいな。で、まあ、あの、すごい田舎好きなんで、うん、秋田方市が。で、ちょっとなんかやってみようか、みたいな感じで。で、その、ホタル祭りにね、そうね、あの、二人で演奏したことがきっかけで、いろいろ活動し始めたんですけど。はい、でもあるよね、そうね、はい。俺、その、洋服を、スーツを仕立ててくれてる人がいて、で、その人が、宮崎の出身だってことになって、はい、で、宮崎はどちらですかって言ったら、サイトだって言って、で、サイトってうちの七型の実家なの。で、サイトどこですかって言ったら、トノコオリです。いや、うちもトノコオリって言ったら、いっそーとかって、もう、で、そっから、もう、そこで服作ってこられたから、ああいうのあるよね。ありますね。みたいなね。なんで合わんかったんだろうみたいな。なんでそっちの方がね、うん。背中合わせでいつも演奏しちゃったら、え、そんなことそうだった、え、みたいな。で、この AKT36 っていう、この安易な名前をどっちが付けようってことになったんですか、はい、私ですね。で、こんな大きいことになると思ってなくて、もう別に YouTube だし、こういうね、なんか気楽な楽しい感じでいいじゃん、みたいな感じで言ってたら、ホール公演決まってしまった。すごい。すごいね。ホール公演。二人でですもんね。ちなみに、
だから今、はい、小田さんはちょっとトランペット持ってらっしゃる、うん、ちょっとだけどんな感じで演奏されてるのかっていうのを音出してもらってもいいですか。いいです。はいはい。こんな感じです。腸内環境が良くなったちょっとトイレ行ってこようかなみたいな。もうロゴごと浮かんだすごい。もう皆さんこれがきっとねトランペットといえばもう一個あったんですけどね、うん、まあ、やっぱこっちかなと思って。そうだね、はい、そうちゃんと、うん、やっぱルイは友を呼ぶんだけどおかしな人が来てる、ね、いやなんか2人の雰囲気がほんとずっと笑ってらっしゃいますもんね、うん、そうだね。仲良しさんも伝わります。でもその12月も19日秋田方の市民文化ホールとか、はい、で22日広島文化学院 HBG ホールとか、うん、はい、でこの日昼も夜も で,、はい、でクリスマスも秋田方市の市民文化ホールであったりとかしてて、はい、でほら秋田方といえばね、去年か今年か、うん、今年か豪災害があったりとかして、うん、はい、で、あ、どうなのかなと気になることもあったりとかして、きっと地元の方はこうやって地元の人たちがいろんなところで演奏してくださったり盛り上げてくださったりとかするの嬉しいと思うのですよ。なのでちょっとその秋田方の皆さんの希望の星でもあると思うので11時台にガツンと、はいはいはい、今の腸内環境が良くなる曲ではなくちゃんとした、はい、ちゃんとした分お願いしたい、はい、ちゃんとしたの吹きます、はいはい、でも念のために俺お尻拭けるティッシュだけ今日はゲスト AKP36 ということでこの後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさてこの時間は軽自動車の新車未使用車中古車の販売店 K マーケットなどを運営するニーザグループの新沢良二社長にお越しいただきました。社長よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日もボックスティッシュを持ってきました。どうぞよろしくお願いいたします。お断りします。ありがとうございます。さっきまでね、はい、女性2人で華やかな感じだったんですけど、ね、突然ちょっとこうしみったれた感じ。そう、入りにくかったですね本当に。ね、銀ガムチェックのシャツ今日どうしたって。ちょっとおしゃれされてますよね、うん、まあちょっと髪の毛も整えてらっしゃいますよね。今日ワックスがもうなくなってたので、はい、ちょっと今日緩やかにちょっとしてきたんですけど、はい、なんかあるんですか、うんうん、この後この後、はい、普通に会社に帰って普通に掃除します。ああそうですか。社員の皆さんちょっとまた社長が帰ってくるかどうかちょっと知らせていただきたい。とんでもございません。ではでは今日はどんなお店の情報でしょうか。はい、今日は廿日市にあります中古の軽自動車39万8000円専門店 K マーケットです、はい、今日ご紹介する目玉車は車両本体価格19万8000円のスズキワゴン R スティングレーです、はい、平成22年式で走行距離は6万3000キロ、色はグレーパールメタリックです。走行距離が6万3000キロのワゴン R スティングレー19万8000円なんですね、うん、これ写真見てみてもピカピカですし、はい、とってもかっこいいですし色も本当いいし、なんか男性にも人気高そうですよね。ねえそうだね、うん、はい、グレー系は汚れが目立ちにくくていいですよね。またこちらのワゴン R スティングレーは内出装もスタイリッシュですし、運転席と助手席もすっきりとしたベンチシートとなっています、うん、内装とこがすごいいい感じ内装スタイリッシュ内装スタイリッシュすいません、内ショットみたいな、うん、まあ、でもねベンチシートだと車内も広く感じますし何かと便利なんですよね。はい、ぜひご検討ください、はい、また今日ご紹介したワゴン R スティングレーの他にも多数目玉車をご用意してますので詳しくはホームページをご覧ください。はい、ということで中古の軽自動車39万8000専門店 K マーケットですけども、では場所の紹介をお願いします。はい、広島市内からですと国道2号線沿いです。宮島を過ぎて10分くらい走っていただいたらホテル夢の国を過ぎて JR 大野浦駅の前を通りもみじまんじゅうの山田屋さんの斜め前になります。 K マーケットという緑色の看板が目印です。はい、それでは中古の軽自動車39万8000円専門店 K マーケットの電話番号です。0829-30-7225 繰り返します。 0829-30-7225 です。新しい軽自動車を探されている方は新車未使用車専門の K マーケット大竹店もよろしくお願いいたします。そして毎週金曜日お昼11時55分から放送の新沢良二の釣りラジオ、明日の放送は大なさび島へアジを釣りに行ったお話です、はい、僕はアジフライが大好きなのですが横山さん川村さんアジフライにはソース派ですかタルタル派ですかよろしくお願いいたします。タルハルハルです。タル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 ハルハルがいいです。新しい派閥が出てちょっと落ち着いてもらっていいですか。
確かに出てもらう前にちょっと今日はバタバタしてますから急いでくださいと言いましたけど、こんなに噛まれたんじゃ逆に時間がかかるってことですよ。タルタルは難しいですね。ちょっとですね、タルタルとスタイリッシュですね。はい、味フライでもうまいですよね。うまいですね。時たまものすごい食べたい時は、あの惣菜コーナーとかで見て、あ、ちょっと食べたいねと思う時あるよね。私はもうタルタル派です。私は僕もです。俺タルハルハルハル初めてどんな味ってね。すいません。美味しいですよね。あとは YouTube チャンネル、はい、僕は断然タルタル派です。本当美味しいですよね。そして YouTube チャンネル新沢良治の釣りチューブですが、おかげさまで500人を超えました。お1回で登録していただけるペースが本当に早くなって少し焦っています。引き続きチャンネル登録よろしくお願いします。すごい、逆に少ないことに焦れやって頑張ります。すごいです。ということで、この時間は軽自動車の新車未使用車中古車の販売店 K マーケットなどを運営するニーザーグループの新沢良治社長にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。午前様様、さてさてラジオカーですけども、今月デビューしてからようやく午前様様木曜日初出演です。お、という、はい、小野優子、どこに行ってるでしょうか。小野さん、はい、おはようございます。おはようございます。はい、あの広島市内だいぶ紅葉が進んできまして、ラジオカーで走ってても鮮やかな色彩が目に楽しいんですけれども、はい、11月ももうそろそろ下旬、冬が近づいてきたのですが、まだ紅葉に囲まれたいということで、はい、県内屈指の紅葉の名所三原市高坂町仏通寺にお邪魔をしております。はい、はい、そうなんです。もう目の前すごく綺麗でして、赤や黄色やもう本当に紅葉のトンネルがもう素晴らしいです。はい、はい、あ、今もう11時前なんですけれども、うん、お客様も結構もう揃ってらしてですね、写真を撮られたりですとか、はい、もう楽しんでいらっしゃる様子がもう私を見てても楽しいです、はい、ということで、はい、詳しくあの宗務総長神田慶秀さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではですね、あのピーク、もう今ピークと言っていいんではないかなと、今もう紅葉がハラハラと落ちてすごく綺麗なんですけれども、今日はもうピークと言って良いでしょうか。はい、先月から、まあ、いわゆる事前予測でですね、いろいろ過去何年間かの統計を取りましてね、今年の予測をいたしました、はい、で、ちょうどまあ18、19ぐらいがピークではないかという予測をしてまいりましたけれども、おかげさまでですね、大変ありがたいことに天候に恵まれまして、強風とか大雨とか、あ、そういう天候がなかったおかげで非常に持続率が高いんですね。で、今現在もピークと言ってもいい状況ですが、さらにこの状態がもう1週間ぐらい近く保てるんではないかなというふうに推測しております。ありがとうございます。もうお客様さまざまいらして、もう去年もすごい人出だったとお伺いしたんですけれども。そうなんです。コロナの影響で人出がずっと激減するんではないかということを心配したんですが、昨年過去最高記録が出ましてね、6万人以上の方がお見えになりました。今年も昨年を上回るような進捗状況ですね、うん、はい、ありがとうございます。なのでですね、まあ、今午前中が見ごろというか、お客様もパラパラとばらけられてですね、見やすいかんじゃないかなと思うんですけれども、いかがですか。そうですね、うん、非常にですね、まあ、広報等で渋滞が懸念されるということをですね、申し上げてまいりましたので、皆さんそこに非常によく協力をしてくださって、こう拡散傾向にございます、はい、行政からもですね、三原市の観光課からも、もみじのですね、状況というようなものを発信していただいたおかげで、皆さんそういったことを目にしながら判断してお越しになられているように見受けますね、はい。まあ、見ごろはいつですかってよく聞かれると思うんですけど、すごく素敵な教えがあってですね、それぜひ神田さんにお伺いしたいなと思ってるんですけれども、はい、そうですね、本当ね、よく1日ですね、仏通寺に 4,50 本ぐらいお電話でですね、見ごろはいつですかっていうお電話が入るんですね。で、その都度ですね、はい、
見頃は今ですと、あのようにね、あのお答えしております。はい。まあ、今を大切にということですね。見頃ではなく、この時を大切にする素敵な教えもいただけました。ね、横山さん、川村さん、はい、すっごく素敵な景色が前に広がってるんですけれども。いや、もう仏通寺っていうと、この時期は、それこそ行くのがもう大変みたいなぐらい皆さんが来られるべっかだもんね。そうですね、綺麗ですよね、はい、うん、はい、ですがもう今月末までは長く楽しめそうということで、はい、ぜひあの、まあ、長く楽しんでくださいというカンタさんのお言葉でした。はい、はい、ではこの時間は三原市仏寺からお伝えいたしました。はい、神田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そして横山さん、川村さん、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。神田さんもこの時期大変だと思いますけども、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お忙しいとこ、はい、ありがとうございました。小野さん、失礼いたします。はい、どうだった、木曜日初めて。あ、すっごく緊張しまして、今ちょっと手が震えてるんですけれども、全然そんな風に感じませんでしたね。あの神田さんのおかげで本当にもう素敵な景色の中中継を終えれそうで、ちょっとだけ安心してます。いや、なんか川村とベテラン感半端ないね、はい、っていうのと、あと、まあ、あの本当うちのスタジオにいるみんなの意見としても、はい、朝子を超えたねっていうのはもうちょっと、いやいや、とんでもないです。素敵です。いや、大先輩、いや本当に鈴木さんにもお世話になっております。でもあのまた素敵な場所とか楽しい方とかどんどんと紹介してくださいね。はい、はい、あの楽しみに私も頑張りたいと思います。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。神田さんもありがとうございました、はい、ラジオカーは小野優子でした。今日ラジオカーの小野優子、はいはい、午前さんは木曜日デビューだったけど、メッセージがあってさ、横山さん、河村さん、おはようございます。おはようございます。今月デビューしてからようやく午前様様木曜日初出演です。はい、今まで私は主に舞台出演などの活動をしてきたので、中継も緊張しないでしょうと言われますが、とんでもないです。また違う緊張が襲い、前日ラジオカー前日はなかなか眠れません。おりょう。それでも周りの皆様のおかげでなんとか3週目を迎えています。今しばらく長い目で見守っていただけると嬉しいです。小野優子ということで。素敵。いや、大丈夫ですよ。だって、朝子のことをみんな長い目で見てるんだから。で、そんなこと言うんですか。午前様様。横山モデに。はい。来てくださった方が、ええ、あの恵比寿港に昨日のところに行って、はい、恵比寿神社で、ええ、これ河村さんにっつって、え、あ、これ横山さんにっつって、なんかおみくじらしいです。おみくじ、はい、なんかタイですかね。ね、めでたいのタイの中に入っているおみくじで、で、大吉じゃなかったら、はい、まだ開けてないので、大吉じゃなかったらお堀に落としてもらってもいいですって言ったから、いや大吉の前に落としてやるわ、ポーッつご本人を。じゃあ今泳がれてる、ね、はい、このタイの、おみくじを持ったまんま。ありがとうございます。正福一年安泰って書いてあります。安泰のタイが魚のタイになって、うん、あ、ね、でもこういったほらお守りとかなんかそういったのも含めてちょっと迷惑なもんだったけどね。そんなことないです。本当思いがどうしていいか分かんない。見る前からお焚き上げしてもらうみたいな。おみくじですから、あと楽しみにちょっと開けさせていただきます。あとバスロマンですけど、シモティーナから、横山さんが思い出したフーミンのバスロマンのコマーシャルの映像が僕も頭をよぎりました。はい、湯船で踊るフーミンのおっぱいが見えそうで見えないんですよね。 あとはケープカコ、横山さんのバスロマンに爆笑して思い出しました。15年ぶりに細川文江さんがバスロマンの CM に出演をされていましたよね、ということ、YouTube の合間にその CM が出てきてびっくりしたのを覚えています。あ、はい、でもね、うんうん、そうですね。いや、なんかさ、はい、誰かの頭の中ちゃんと残ってるっていうさ、うん、CM とかに出てたりとかすごいよね。すごいですよね。で、しかも今 YouTube がありますから、うん、それで気になったらまた検索してもう一回思い出せることがいいですよね。はい、今日はそんなバスロマンにぴったりの
商品をババちゃんが紹介してくれます。バスタイムにも。はいはい、行きましょうか。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もこの方です。ババさん、お任せください。はい、もうバスタイムのことは私に任せてください。お風呂のことは私に任せてください。風呂ババです。風呂ババ、風呂ババです。はい。もうお風呂のことを語らせたら語りますよ、私。はいはい。もう広島にお住まいの皆さんにね、うん、このシャワーヘッドをお届けしたくってしたくって、はい、もう気合が違うわけですよ。おうおう、今日はあのシルキーナノバブルシャワー、はい、河村彩菜御用達シリーズのご紹介でございます。なるほどなるほど。そうですよね、はい、いや実際にあのリスナーの方からもこんなお便りいただいておりまして、RCC ラジオでババさんが時々紹介されていて、河村さんも購入されたということですごい気になっていました、はい、家族が実は他の類似品の購入も検討していたので、いろいろ調べましたところ、うん、価格も品質もこっちの方が良さそうだなということで購入してみました、シャワーの肌あたりがすごく気持ちがいいですと、こういうね、広島県にお住まいの50代男性 SS さんね、お便りいただいてます。これが SS さんの今のメールの内容をじっくり聞かせていただくと、川村さん買ったってって言ったけど、うんうんうん、まあ、そこには左右されず値段で決めましたっていうあれあれあれというメッセージだったんですよ今ね。SS さんそうですか。いや川村さんが買ったから気になり始めたということでしょ、うんうんうん、気になったけど、うんうん、値段とかを見て、うんうん、いや機能とかも見て、うんうん、あやっぱこの商品がいいっていうことで、うん、川村さんは度外視関係ない状態で、そんなことないです、いいですよこのシャワーヘッド。褒めたようだけど実はディスったみたいな。こら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 。力になりたいと思ってます。本当ですよ。お願いしますよ。もうね、ご購入された方のね、満足度が非常に高いんですよ。はい。もうこのシャワーヘッドね、皆さん、もう私は日本全国に全部このシャワーヘッドをお届けしたい。それぐらいの自信作でございます。はいはい。はい。じゃあ何が違うのか、どう変わるのか、しっかりご説明していきますけれども、まず、取り替えは簡単。もう届いたらですね、今ついてるものをくるくるっと一回外してください。はい。ただ届いたやつをくるくるっとねじ込むだけ、うんうんうん、だから取り替えは1分以内で終わると思ってくださいね。はい。で、コックをグッとひねりますと、はい、もう出てくる水がその瞬間から超気持ちよくなるわけですよ。この気持ちよさ、河村彩菜さん何と説明しましょうか、この肌あたり。やっぱシルキー、そこ、あーなるほど、ね、商品名が全てよね。ちょっとこの間理由があって、シャワーヘッドをちょっと取り替えたんですよ、別のものに、はいはいはい、でやってみたら、やっぱこのナノバブルシャワーがいいなって思いました。いいでしょ、そのぐらいでした。そうなんですよ、優しいの、優しいです、優しいです、きめ細かって感じ、きめ細かです。そうなんです。でもありますよね、シャワーヘッドで、ああこれなんかちょっと刺さるような感じがするっていうのとか、ここは柔らかい、だからいっぱいつぶつぶが大きくてなんかいっぱいあって、なんかあここいいとかって思うのがありますよね。でシャワーによってはボタ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 って、あるそうですよね。でビジネスホテルとか泊まった時にね、ここ外れだわっていう時ありますもんね、それがなくなります。皆さんそうなんですよ、水圧はしっかりシャーって出てくるんですよ、なのに肌当たりがまろやか、これちゃんと理由があって、水の中にたっぷり泡が含まれて出てくるからなんですね。そう、泡とは言ってもブックブクのシャボンじゃありません、目には見えない髪の毛の1000分の1の泡です。すごいよ、ね、髪の毛の1000分の1、ね、これが 1cc あたり2億個含まれて出てきております。すごい、 1cc に2億ですよ。想像できない世界、そう、これがそっぽいもん、もうなんか、いや違うよ、本当です、ちゃんと数えたんですけど、今川村が髪の毛こうしてこれのそうですよ、これの1000分の1だから、ほんとちっちゃい泡、すごい。そうなんですよ、この技術って最近はですね、いろいろ使われるようになって、例えばほらあのね、あの野菜に水をまく農家のスプリンクラーなんかにもこの技術が使われて、そうすると少ない水でも野菜に浸透するんですよ。あーでも確かにこういうきめ細かな水、だからいわゆるもう霧状みたいになるわけです、簡単に言うと。そうですそうです。たら確かに生き物に良さそうだよね、良さそうよね、良さそうな気がするね。実は洗濯にもいいんです、洗濯機にもこの技術が使われていて、そうなんですよ。なるほど、ちょっと別の名前でね、ウルトラファインバブルって言うんですけれども、同じ技術ですね。なるほどね、洗濯のその衣類の繊維の間にまで入り込んでいって汚れを取ってくれるっていう、だから洗剤がそんなにいらなくなるんですよ。なるほど、そう、このシャワーもシャンプーとかのね量が少なくても済むんですよ、それぐらい泡立ちが良くなります。へえ、それでいって汚れがしっかり取れるっていうことで有名なんですよね。はい。でしかも節水効果が抜群、50% 節水ですから、
水道代も半分、うん、で沸かすためのガス代も半分になります、はい、4人家族で1人が7分使うと計算しても、うん、1年間で61,212円節約ができちゃうんですよ。交換しただけ、うん、ね、何の我慢もいりませんからね、はいはい、普通は節約っていうとほらどこかしら我慢が必要じゃないですか。なんかポタポタ落ちてくる分にちょっと頭をつけてみたいな、うん、なんかすごい貧乏くさいみたいな気がしないと6万円も浮かない気がするもんね、はい、そう、それが普通に使ってて6万円節約ができちゃうんですよ、はい、いいでしょこのシャワーヘッドね、はい、だから交換していただきたいのでお値段なんですよ、はい、これがね5万6万しないところがミソです、うん、1万3800円です。おってことはもう2ヶ月3ヶ月で元取るってことですね。3ヶ月で元が取れて、はい、4ヶ月目以降は毎月毎月5000円ずつお釣りが返ってくるっていうことですね。そうか、黒字になっていくんだもんね。 それがずっと永遠に続くわけですよ、うん、逆に交換してない方は毎月毎月5000円ずつ損してますから、はい、差し引きすると交換してるかしてないかで1万円の差が生まれてくるわけですよ。確かに ね、だってほらもう今ガソリンも高いしね、灯油、うんうん、も今年は高いですよ。いや、利用だよ。でしかも、ね、なんかほら野菜も高かったりとかするから、値上がりしてるからね。意外と日常に必ず必要なものが全部値上がりしてるんですよ今ね。そうなんです、ね、それがもうシャワーヘッド交換しただけで月々5000円お得になるって考えたら、これできるだけ早めに交換した方がいいですよ皆さん、はい、ね、今だったらもうすぐにお届けもできますんで、ぜひぜひお早めに0120-441-555番、441-555番でお待ちしております。これ今見たけど、うん、ええ、ファンデーションとかもこれでそのまんま落ちるみたいね。そうそう、取れます、取れます、軽くこするだけでね、すぐに取れるんで、皮脂汚れのベタベタとかも取れる、うん、取れるんですよ。ベタベタ、そうそう、毛穴の奥まで綺麗になりますから、ね、これひょっとしたらさ、うん、台所とかを洗う時もこれとかでやったら、うんうんうん、すごいいいのかもね。これね、これで浴槽洗ったら汚れが取れるのが早いです、うん、なんかそんな気がする。でこのお水でお風呂も溜めてください、はい、そしたらお風呂全体が泡風呂です。あー、そうか、お風呂全体がバスロマになります。ね、ロンリバスロマンってなるんだ。なるんですよ。ただ入ってるのは自分が風味と全然違うんだよねと思うんだよね。肌質がねまた変わってくるんですよ ね、 で、 すね、はい、でも節水効果も抜群ということなので、リスナーの皆さんも気になる方いらっしゃったら、シルキーナノバブルシャワーということでジャパネットに連絡して、なんて言うんでしたっけ、ババさんのラジオ聞いたでお願いしますね。あのバスロマンのやつでお願いします、ね、違うババさんのラジオよ。ババロマンでお願いします。ババロマンじゃないですよ、バーさんのラジオね、お願いしますね。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ラジオカーじゃないや、ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もババさんでした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマについてリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週のテーマは柄にもいろいろありましてでお送りしています。はい、ラジオネーム小豚一号さんです。以前勤めていた会社の上司が、奥さんが買ってくる上の服はいつもボーダーなんだよ、俺は囚人かと言っていました、うん、それまではボーダーものを購入していたのですが、はい、それ以来ボーダーのものを購入できずにいます。うん、まあでもあれだよね、なんかその奥さんが心を込めて選んでくれたものとかを、うん、俺囚人かとかって言ってて、はい、だってバーバラとか自分で買って囚人服いや囚人服ではないです、着てるわけじゃないですか。バーバラさんのボーダーいつもおしゃれです。うん、幅とか色とか全然違う、至って囚人っぽいみたいな。いやー思ったことないです。で囚人願望がすごいよね。願望からボーダーを買ってるわけでもないと思います。なるべく囚人に見えるよ、ね、なんでそんな自ら近づけていかないといけないんですか。ウォーリーですか。でも奥さんがその服を買われるという夫婦関係もいいなって思います、はい、うん、あー確かにね、仲いいですよね、それを着る、確かに着るのが、うんうん、子供の頃はお母さんが買ってくれてたもんね、はい、そうですよね。で中学校ぐらいになって自分で選ぶようになるけど、はい、ただ値段との交渉もあるから、結局中学校3年生ぐらいまではお母さんと買いに行かなきゃいけない、うん、でお母さんとダイエーとかに行って買ってるのを、はい、
同級生に見られるのが一番恥ずかしかったよね。そうですね、うん、チェックのシャツとか買ってもらったりとかするんですよね、はいはいはい、お母さんも、はい、その息子とさ買い物に行くからちょっとデート気分でルンルンになるんだよね。これはどんげかでこれはこれはとかつって、それを見られるのが一番嫌だったよね。そうですね、うん、子供ながらに、はい、そうなんですよね。ショックだったな。でも結婚してからもっていうのはなんか仲良しだなと思います。うん、素敵です。確かに、うん、奥さんが買ってきた服が好みじゃなかったらどうするんだろう。いやそうですよね、それもあるでしょうしね、うん、やっぱり俺昨日さ、あの友達と晩ご飯食べ行ったの、はい、でもうコロナが明けたらさようやくみたいな感じだったけど、はい、で久しぶりなのでって言って、ええ、で必ず横山さんはその食べ物代とか飲み物代とか、まあお勘定全部するから申し訳ないからっていつもなんかくれるの、ええ、で昨日、はい、ネクタイをくれたの。おー、男なのに。でね、彼が言うには、ええ、イギリスの柄とイタリアの柄っていうのが違うんだって、ええ、でそれこそストライプなの。はい、斜めのこうストライプ柄のものなんで爽やかな感じ、ええ、で本当は講演会とかで来てくださいって言って締めてくださいって言ってで買ったけど、イミジックも最近ニュースもあるじゃないですかとかつって、はい、で俺この土曜日ニュースだから、ええ、そのネクタイで出ようと思うんだけど、はい、だからイギリスとそのイタリアは、うん、そのラインがさ斜めにこうってなってるのの向きが逆なんだって。だからこの向きはイギリス、ほうで反対側の向きはイタリアなんだって。へ、だからファッションに詳しい人は、あ、うん、この線の引き方はイギリスとかイタリアとか分かるから、なかなかイタリア柄ないんですよって言われて、へーつって。イタリア柄は少ないんですか。はいはい、へー、すごい、その知識おしゃれですね。ね、ものすごくおしゃれですね。もうほんと必要のない講釈みたいな。いやでも知ってたらいいなと思って教えてくださったんですよ。でもネクタイについても、はい、来てる、あ、来てなかったですね。あんだけ探して。あ、会議にはなかったですね。まさかの錯覚。あれ、来てた気するんだけどな。あまりにもありすぎて。俺のところには、はい、木目が人の顔に見えるっていう。のと、はい、幾何学模様をじっと眺めていると、気分が悪くなる。ああ、だって目の錯覚でなんかありますよね。あと、ペイズリー柄はゾウリムシに見えるって。この3点しかないですよ、俺のところには。ネクタイないですよ。あれおかしいな、なんか、あったんだけどな。錯覚だった気がします。すいません。俺そんなことがある。おかしいな、幻覚を私下読みしました。すいません。じゃあ続いて、はい、白い自動車の女さんです。はいはい、私はどこから見てもブランド名がわかる柄のバッグや服を身につけるのがちょっと苦手です。ほうほうほう、友達や他人が持っているのは何とも思わないのですが、うん、自分で買うとなるとどうしてもそのブランドらしくないブランド名がわかりにくいものを買ってしまいます、はい、そんなものを身につけているときに、それどこどこの何とかってシリーズよねと言われると、うん、あ、同志だと嬉しくなります。ああ、俺意外ともうバーンって書いてたやつの好きです。うーん、はい、ユニクロとかなんかもえ、そんなのあります。春山とかもすごいえ、そういう T シャツ、すごいです。青山とかもすごい好きですえ、あんまり見たことない。ああ、そうですか。俺もそういうのもほんと基本的にもう胸に全部書いてるあれ、私が思ってたブランドとちょっと違いました。ああそう、はい、ユニクロって書いてますいいですね、はい、花丸うどんってことですね。はい、そういうこと、そういうこと、はい、いいと思います。丸亀製麺とかもああいうのさぬきやみたいな感じですね、うん、あ、そうですね、そういう方もいらっしゃるでしょう、ね、いや、うどん屋のは着ないですよ。今ふざけましたけど、はうどん屋の着ない。いやいや、なんで5秒ぐらい経ってはしご外しにかかるんですか。一旦乗ったのに。いや、そういう人だと一旦乗ってくれましたよね。ひょっとして横山さんそういうの着るんじゃないかと思って、また横山モードとかで持ってこられる。いや大丈夫です。ユニクロも春山も青山も、はい、花丸の丸亀製麺もさぬき屋も、はい、そんな T シャツないです。わかんないし。意外とリスナー。大丈夫大丈夫。見つけて安心してください、ね。俺さ、はい、むちゃくちゃ日本語が書いてある T シャツ着るのが苦手なの。はい、なのに、すごい俺が井上家の一族とかさ。蘇る勤労とか、はい、
恐怖新聞とか、ああいうのを、後ろの百太郎とか、ああいうのいっぱいもらうの。うん、仮面ライダー。ああ、そうですね。はい、この間もギャバンとかってもらったんだけど、確かに確かに、俺、ああいうの苦手ですからね。うん、俺、そんなばっかり来てるから勘違いされるけど、もらったから来てるだけであって、ベーシックにはユニクロっていうのを着てます。いや、ないです。そんな横文字を着てます。そんなんないです。集まっちゃうんですもんね、はい、続いてラジオネーム福山の舘ひろしさんです、はい、新婚旅行でアメリカに行った時たまたま着ていた T シャツの柄が、うん、後で調べて分かったのですがアメリカのデザイナーのデザインした柄だったようで、はい、空港で係員の方にその T シャツいいねかっこいいよみたいなことを親指を立てて言われました、はい、たくさん話しかけられて意味は分からない部分も多かったのですが、うん、なんか褒められていることは分かったので、はい、こちらも親指を立てサンキューと言ったらなんとなく分かり合えたような雰囲気になりました、うん、それ以来この T シャツは世界で通用する T シャツという気分になって、はい、しばらくお気に入りとして大活躍しました。あーでもその横文字が書いてあるさ、うん、T シャツとかって何書いてあるか全然わかんないから、怖いよね。そうですね。でも今年の東京オリンピック見てた時に、うん、そのドイツかどこかの何かのチームの監督さんが着てたポロシャツか T シャツかが、うん、その日本語でドイツって書いてあったんですよ。ユニクロだけどその心遣いというか日本だから日本に来たから日本に染まろうっていう日本の人たちにドイツの監督だっていうのを分かってもらおうという、うん、その方の心意気という気持ちがすごく粋で素敵だなって思いました。あ、うん、なんだっけなあの車椅子のメーカーさん、A、日本の、はい、が何かパラリンピックかなんかの、はい、車椅子バスケかなテニスかななんかの選手のために全部日本語で名前とか書いてあげたのね。はい、例えばジャニスなんとかとかだったら普通だったら横文字で書いてあるけどカタカナでジャニスなんとかとか日本ではこうやって表記するんだよっつって、はい、すごい喜ばれたっつってねえ、はあ、そうですよね、うん、だからそういうのもどうやったら喜んでくれるかっていうのをお互いが考えてる粋、ね、だよね。粋です。素敵です。あとさこれ本当にそうだよねと思ったんだけどさっき言いかけたけどさ、はい、片言の広島弁からね、小学校の頃の夏休み毎年福岡の祖父母の家に半月ほど帰省していました、はい、僕はその床の間に寝ていたのですが、はい、柱は引き戸の木目だったんですがこれの木目の柄が人の顔に見えてしまって毎晩怖くて布団に潜って寝ていました。大人になるともう顔には見えないんですけども子供の頃は顔にしか見えなくて怖かったです、うん、木目あったなんかそうですね、歪んでますもんね、しかもちょっと、うんうんうん、なんか床の間のところですね、上のところにこうってなんか針みたいなのがあって、はい、あれがなんかもう木がさ皮むいただけみたいな分のやつが、はい、なんか節がさうわなんか怖いんだけどとかって確かになんか出てきそうですね。ちょっとムンクの叫びじゃないですけど、うん、そんな風に見えるんですよ、ね、いや怖かったな。子供は想像力豊かですもんね。だって仏間自体が怖かったからね、うん、床の間とかさ、はい、ちょっと薄暗いというか、うん、匂いも含めて怖いですよね。でなんかさあのほら仏壇に供え物とかもしてあるからハエも飛んでたりとかするし線香の匂いもするし、はい、いやなんか湿気もこの部屋だけ違う気がするんだよねわかります。ひいおじいちゃんひいおばあちゃんの白黒写真が飾ってあったりとかして、そうなの、全部なんか動くんじゃないすごいボケてんの写真がもう怖いよと思ってたそうです。微笑みを携えて、ね、続いてラジオネームぷくぷくママさんです。はい、私が夢中になっているものが手芸の刺し子です。ほう、縦横斜めと組み合わせを変えるだけで本当にいろんな柄が出来上がります、うん、縫う糸の色を変えるだけで同じ柄だったとしても印象が違ってきたり楽しさが無限大です、はい、私は出来上がったものは布巾として使っています、うん、次はどんな柄を作ろうかといつもワクワクしてしまいます、うん、刺し子って何？なんか手芸の刺しながら模様を作っていくみたいな、はいはいはい、今いろんな習い事がある中で、はい、それもこう例えば通販とかで習うことができたりとかするみたいです。あれさ、うん、小学校の時さ布をさ、ええ、輪っかみたいなのにこうやってピーンと貼って手芸させられてたよね。ああ、そうですね、してたよね。ありますあります、あの竹みたいな枠ですよね。そう、丸いで挟んでピンとさせる、あの孫悟空が頭につけられてるみたいなやつに布こう貼ってピーンと貼って
こうイラストみたいなのを糸でこう作らされてたよね、はい、いろんな木枠の形があるんですよね、はい、私もコロナ禍で手芸を始めたので、ほうほうほう、まさにそれを使ってすごいね、川村さんやってます。絵も描くし手芸もするし、手芸そうですねします。すごいね、いろいろ半年かけて1ヶ月ごとに送られてくるキットで学びました。楽しいですよ、なんかオリジナリティゼロみたいな感じのものばっかりを。そんなことないですよ、手芸とかはだって自分でいろいろ柄とかできますし。何その俺はそんなものは嫌だみたいな言い方。手芸だって自分でいろいろ柄とか考えられますし、おむすびが好きなんだなみたいな。おむすび柄だってできますし、具だって変えられますし。いろいろあるんですよね。いや、コロナ中に手を出してなかったみたいなことに手を出した人いっぱいいるんだろうね。はい、あとクロッケからは、同じ図柄が規則正しく延々と並んでいる幾何学模様を見ると酔ったような感覚になって気持ち悪くなります。俺は人と喋ってる時に、はい、後ろの壁が点々の分、ほうほうほう、なんか防音みたいになってて点々みたいな、はい、わかります、体育館とかでよく見る、うん、あれだとその人がボケてくる、なんかボワーっとなってきて、なんか脳みそがバカになるんだろうね、すごい、それこそこうグワングワンみたいな感じになっていくの、はいはい、だからやばい、このままだと一回ちょっと窓開けて空気入れ替えようとかって思うぐらい、脳みそがちょっとなんか動揺するみたいなのがあるの。そうですね、うん、私も家の壁紙でなるときあります。だから焦点をどこに合わせたらいいか、そうそう、 目のなんか分かんなくなる、分かんなくなるんですよね、不思議ですよね、あれ ね今週は、はい、柄にもいろいろありまして、でお便りお待ちしています。さあ、それでは御前様クイズプレゼント当選者発表の時間です。はい、今日は木曜日です。今週のテーマ柄にもいろいろありましてから、私川村が出題をさせていただきました。はい、私の家の洗面所にはカルピス柄のタオルがあります、うん、お気に入りでよく使っているんですが、はい、その柄を見た時によく思い浮かぶことがあるんです、うん、それは一体どんな思い出でしょうかが今日の問題でした。はい、正解はそのカルピス柄のタオルを買った時に、うん、他にもいろんなグッズがあって、エプロンとかコースターとか、ガラス製のコップとかプラスチック製のコップとか、うん、はいはい、とにかくもうテンションが上がっていろいろ買いすぎてしまったこと、ほうほうほう、これちょっと失敗したな。家中が水玉だったっていう、水玉のもの多いですね、未だにエプロンとか使ってますしね、はい、で買いすぎちゃったなと思うが正解でした。開封式だったなってことですよね。買いすぎちゃったな、開封式だったな。ごめんなさい、全然浮かばないです、すいません。もう浮かんだら何でもいいっていう番組でもないですからね。へえ、知らんかった。何でも言っていい番組だと思っとった。そうですか、ちょっと明日からぜひ改めていただいて。なかなか急には変えられんわ。それでは御前様クイズプレゼント当選者発表します。はい、鎌狩物産から天人の模試をギフトセット3000円相当、ラジオネームたい焼きバーバさんにプレゼントします。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。そして日本行動の気分に合わせて選べる4つの香りのお香ルーミークリーン&リラックスは、うん、ラジオネーム勝太郎さんにお送りします。はい、おめでとうございます。それぞれおめでとうございます。さあ、それではスタジオに改めてこのお二人が来てくださったのでご紹介しようと思います。はい、これより元町演芸場ということで、スタジオには AKT36サーティシックスカズ&マイの2人、よろしくお願いします。もうやる気満々ですよ。そうですね、はい、もうしっかり機材セットしていただいて、はい、うん、準備バッチリ、もう秋高田の PR を勝手にやりますという勝手にしてます勝手にしてます勝手に仕上がれ的な、はい、ユニットですけども、ただその12月は19、22、そして25とあって、はい、でいろんなイベントに出てこられるんですけど、これだからツアーってことよね。はい、そうです。自分たちの AKT36 のツアーをやる。はい、勝手にやります。はい、秋高田高宮らしいです。はい、うんうん、それで AKT36 は何の、
人生のレベルみたいな感じで、年輪的な、はい、そうですね、年輪的な、そうですね、木で言えばそうです、あ、なるほど、で、2人のさ、チラシをね、これ、はいはいはい、ね、なんかちょっとシックな感じ、クリスマスコンサートっていうのと、うん、そのいわゆるコンサートツアーのチラシが両方あるんだけど、両方ともね、実物よりもブスっていうすごいですよね。なので、あの当日あの実物を見に来てもらって、そうね、いい感じね、まあまあいい美人なのよ二人とも。でもこのチラシが本当ねブス、そんなことないです、全然そんな写り悪いっすよね。美しいですよ二人とも、本物見に来てもらう、はい、でもこれ二人がもうコンサートツアーやるってことですから、はい、楽曲としてはいっぱいあるってことですよね。そうですね、いっぱいあります。ベーシックにはオリジナルなんですか。そうですね、オリジナルと、まあ、やっぱりクリスマスの時期なので、うん、クリスマスの曲も織り混ぜたり、あとは夜公演もですね、あの神楽とかが一緒の公演とかもあるので、うん、和っぽいテイストだったり、はい、へこれすごいんだよ、はい、だってさ、その12月の19日のお昼は秋田方市民文化ホールでツアーをやって、はい、で今度は12月の22日はお昼2時から広島文化学園 HBG ホールでクリスマスコンサートがあって、はい、その22日やったすぐ夜に今度はツアーとして、だから全昼と夜つながってるわけじゃなくて、全然違うイベントを同じ場所でやるってことなんでしょ。そうなんです、そうなんです、そうです、すごいよ ね、 いよね、この費用対効果の良さ。だってクリスマスコンサートが終わって本当多分2時間とか1時間半ぐらいしか経たずに次の県内ツアーがまた別の、はい、同じ場所であるってことで、はい、で神楽とかをやるわけですよ、はい、そうです、神楽に来ていただいて、でだから蛇の格好とかしてこうやって、ま、回ったりとか自分たちもするわけでしょ。うちらはしない、しない、うちらはしない、演奏側で、はい、そうですね、なるほど、バイタリティがすごいですね。でクリスマスの日25日も秋田方市民文化ホールでツアーをやりますと、はい、いうことですけど、今日はスタジオ生ライブですけど、はい、どんな曲をやってくださいますか。オリジナル曲で、はい、ウィングという曲があるんですけども、はい、まあ、羽を伸ばすっていう日本語があると思うんですけど、はい、まあ、秋田方で羽を伸ばしていただきたいということで書いた曲でございます、はいはい、では自分たちの気持ちいいタイミングでお願いします、はい、
ます。ありがとうございます。もっとバンってくるのかと思ったら、あ、ゆったりの、はい、柔らかい、はい、ねえ、いつもなんか喋らんかったらいいのにね。いや本当そうね、言われるね、言われるね。スミさんもそうじゃけど、はい、その小田さんも喋らんければいい、はい。私ら言われるね、喋らんに黙っときさ。だけどそのスミさんがキーボードしてくださって、はい、そして小田和美さんトランペットですけど、小田さんは、はい、あの広島市の消防音楽隊に入ってたってことは、はい、きっとうちのラジオカーの林、はい、もう消防音楽隊だったから。そうなんですよ。で、あの子もいわゆるラッパ機でしょ。そうですね、あの子はラッパではないけれどフルート機。そうですね、はい、ってことは知ってるってことですか。そうです、一緒にやってました。へえ、一緒にやってて縁ですよね、はい、そう、頑張ってる姿をよく見てたんで、はいはいはい、だから昔はその町の火を消すっていうことのお手伝いをしてたけど、今みんなの頃に火をつけるってことですよ。そうですね、ね、そうしてます。うーいいですね、 AKT みたいな。そんな感じじゃないですよ。お二人はそれホールでやります。やらないといいよ。でもね、クリスマスコンサートもありますし、はい、ご自身たちのツアーもありますけど、はい、このたまたま、はい、その10年来の付き合いだからできたっていう2人組だけど、これからこういう風になっていけばいいなとか、あと本当に飽きた方は今年豪雨災害とかもあったりとかして、いろんな方たちがいろんな思いを持って年末迎えられてると思うので、こんな風になればいいなみたいなのってどんな感じですか。そうですね、やっぱりこのツアーは、うん、神楽団の方も、はい、出演してくださるので、はい、もうみんなも神楽見たい、コンサートも行きたいっていう気持ちをさらに盛り上げられたらいいなと思って、はい、コンサートを企画しましたので、うん、はい、ぜひみんなで楽しい年末をね、はい、そうだね、過ごしたいです。笑顔で過ごせる時間があったらいいですよね。だから小田さんとかもせっかくね、小田和美って名前だから、はい、本当は小田和正が来ますみたいな嘘ついて。なんかスミさんと小田和正来るらしい。え、本当に、いや小田和美ですよみたいな。でも小田さんはどんな思いで。そうですね、これから、まあ、AKT 36として、うん、世界に、まあ、笑顔を届けて、そして私たちらしい本当に楽しい、本当にもう聞いてすごいなんか心がね温かくなるような、うん、はい、そんな音楽をこれからも届けていって世界に発信していこうと思います。いや、すごい。はい、今日のゲストは AKT36 のお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。